よっ。さあ今回は毎年恒例那須さんコラボ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。無理に3年目を迎えまして、最近ね YouTube でがっぽり稼いでる那須さんです。経費垂れ流し系 YouTuber 那須です。えげつないですからね。はい、何ですかそれは。もう再生回数と、いや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 、もうところがもう笑いが止まんないぐらい。笑いは止まんなくないですけど、いやいや、そんなね、あれですよ、まあ昔よりは稼ぎは多くなってきましたけど、まあでもやっぱ僕のその YouTube やっぱ動きますし、経費めっちゃかかりますし、でも別にね、それ以上のものが、はい、まあまあ昔よりはちょこっとだけ、ちょこっとだけですけど。ということでね、サッカー界開幕前に何かすることあるんですか、なんか行事的な。野球界だと開幕戦にはタイのお頭出てきたりとか、あと赤飯出てきたりとか、もうなんかこのお祝い感すごいんですよ、開幕戦の時は。はいはいはい。開幕戦っていうか開幕前ですか、それとも開幕戦の日。開幕戦の日にイベントは各チームやってますけど、なんかないですか、チームの儀式的な開幕戦。ないです。ないですか。いや、そう言われてみるとないです。野球界だと全員と握手して、よし今年1年頑張っていこうみたいな、一軍全員、監督、コーチとか選手とか浦和さんとかもロッカーで全員握手して、で今年1年頑張っていこうみたいな。で食事会場にはタイのお頭つきガーンあったり、赤飯ドーンあったり、もう本当お祝い感すごいんですよ、お正月感が。はいはい。でよし行こうみたいな。ないですか。ないです。なんもないですか。スルンと開幕戦ですか。スルンと開幕戦、まあ言葉で言いますよ。でイベントでチームで、まあ、開幕戦になんかそのなんですかブースを設けてっていうのはありますよ。中ないんですか。中なんもないです。なんもないんですか。何もないです。普通にスンって入りますよ。それはダメですね。だからもう、いろんな試合やりすぎてて、いつ開幕したか分かんないでしょ。まあそれもあるかもしれないですね。それもあるかもしれない。何が開幕みたいな。だから僕バンドさんとコラボさせてもらった時も言ったんですよ。もう何の試合か分かんないっつって、素人は今日がカップ戦なのか J リーグなのか、もっと分けた方がいいんじゃないっていう。だから開幕戦とかいつしてるか分かんないから、何もぬるっと入っちゃうんですよ。だから開幕連敗スタートするんです。あと那須さんのチャンネルのところでなんかお金の話もしたんですけど、用具の話で一つ思ったのが、カズさんが鈴鹿に行った時にソックスぐらいチームで用意しておいてくださいよとかって言ってたじゃないですか。やっぱカテゴリーによってはチーム何用意してくれるんですか。ユニフォームとか練習着。でソックス用意してくれるんですか。ソックスはもちろんそのチームがメーカーじゃなくてチームです。基本練習着があるので。でカテゴリー僕 J1 しかなかったので J2 は話聞いた限りなんですけど、 J2 も練習着もちろん用意してありますし、クラブハウスもあります。でもクラブによってはその選択を自分でしないといけない。自分で J1 はチームがやってくれてます。これは J3 になると練習場も日替わりだったりとか、だから鈴鹿は今 JFL です。なのでまあそこまで僕カテゴリー経験したことないんですけど、そのソックスがまだこうメーカーから支給されてないとか。じゃあもうそういう時は全部自分で、ソックスも自分で契約メーカー。じゃあもう J1 だと球場に何も持っていかなくても全部あるんですか。全部あります。じゃあ自分で何も用意しなくていいですか。はい。それすごいです。であれでしょ、シューズとかも磨いてくれるんでしょ。シューズも磨いてくれますし、全部やってくれます。じゃあもう王様っすね。まあ王様なんですけど、王様って待遇はいいですね。でもチームによっては今はないかもしれないですけど、昔はジュビロ岩田強い時期は代表選手しかそういうことはしないと、そういうのありました。今は結構やってくれるクラブが多いと思います。ユニフォームは1年間何着使うんですか。あれ開けたりしてるじゃないですか。はいはいはい。あれ選択肢毎回新品じゃないんですか。ですね、毎回新品じゃないです。まあ選択して回しますけど、まあだから4枚ぐらいですかね多分。であと大会ごとにユニフォームが変わるので、スポンサーも変わるじゃないですか。なのでそれをだから大会ごとに4枚ぐらい、ホームアウェーとか、そのまた違う大会になったらそれに4枚とか、それを回してる感じですね。でそれでユニフォーム交換するときはチームによってはそれは自腹で、後から請求書っていうか、それで天引きでっていうのは聞きます。じゃあ結構じゃあ常に新品なわけじゃないですね。常に新品なわけじゃないです。ランドリーも、はい、でほぼほぼじゃあくれるんですね。ユニフォームは全部くれます。球団が、はい、終わったら、はい、でソックスとかも全部基本くれますね。じゃあソックスとかは選択して回すんですか。選択して回します。それも、はい、だから 4セット4そうですね。スパイク、はい、なんで自分でやんないんですか。やる自分のスパイクじゃないですか。はい、そうですね。ごもっともです。野球界だと自分で磨いたりとか、土落としたりとか、濡れたら乾燥させたりとか、そうですね。自分の道具は自分でやるんですけど、なんで人にやってもらってるんですか。自分でやる選手もちなみにいます。そういう選手はクラブハウスにもで自分でこう磨いてっていうのをやるんですけど、なんでか。まあ、磨く習慣がないから。いやいや、それはもっとダメ。それはもう子供たちに教えたら、だって子供たち、磨かないんですか、学生の時から。学生の時僕磨いてました。で、なんでプロ入ったら磨かないんですか。なんか、パンパンってこう落としたりもちろんしますよ。芝落としたりとか。普通です。で、こうシューってあるじゃないですか、風吹きみたいな。あれでやったりするんですけど、なんでかはちょっと磨かなくなりましたね。そんな自分のやつなのに、はい、磨かなくなりましたね。そんで何かあったらスパイク見るんでしょ。そうです。おかしいでしょ。いや、僕はスパイク見ないですよ。僕はスパイクみたいなせいにはしないですけど、滑ったりしたらあれみたいなそんなこと全然それはしないです。でもあんまそうですね、僕しなかったですね。てか野球界全部自分ですか。はい。ユニフォームは年ホームアウェイで2着ずつ支給する。あ、年に2着ですか。はい。でも一番最初に6着ずつ支給されてるんで。ああ、なるほど。その2着は試合用ですね。練習用はもうその前に古いやつが練習用になってきます。それは自分で選択じゃないですね。あ、それはクリーニングしてくれますよ。もちろん自分で選択。でも僕が入った時の2軍は球団支給のものは選択してくれるんですよ。球団支給って言ってもユニフォームとあとその T シャツとかそのなんかジャンパーとかそういうのだけで、あとアンダーシャツとかは1軍も全部自前なんで。あ、そうなんですね。アンダーシャツ、ソックス、スパッツとか、インナー類はスパイクも含めて全部自前なんですよ。あ、自前なんですね。自前なんですけど、用具提供してくれてるんで、メーカーがくれますよ。ああ、はいはい。で、それは僕が入団した時は、2軍はその自分のやつは全部自分で洗濯だったんで、家持って帰って洗濯してとか、球場に洗濯機あるんで、それで洗濯してとか。あ、球場にあるんですね。そうそうそう。だから遠征先が大変でしたね。ああ、そうです。どうするんですか。いや、常にだから自分のリュックに洗濯物入れていって、来てそのやつをもう一回リュックに入れて家帰って洗濯して家で干してで2セット目持って行ってっていう。でもしホテルどっか泊まったらコインランドリー行きます自分で。あ、そうなんですね。街の。ああ、じゃあ格差というか結構。そうそうそう。でももう今は2軍でも全部やってくれクリーニングしてくれてます。どう思います？それは佐々木さん的には。逆になんで選択してくれへんのやと思ってたんで。はいはい。あ、その2軍の時や。はい。だって無駄じゃないですか。まあまあまあ、そんな時間が。はい。そんなこと。はい。それぐらいお前してくれよっていうね。まあそうですね。まあでも僕が言えないんです。僕言ってもあんまりちょっとこう説得力がないっていうのは全部やってもらったチームなんであれなんですけど、でもなんか J2 とか経験するとありがたみが分かるとか、まあ若い子にやっぱそうやって苦労した方が、まあ経験値としてっていうので、まあいいなっていう部分もあるかなっていうのは思うので。でも上手くなるために無駄っすよね。まあ上手く、あ、その没頭するっていう意味ではですね。時間がね。しかも野球界に比べるとそんなクリーニング少ないと思うんですよ。野球界だと多分下手したらアンダーシャツ10枚ぐらい出しますからね。あ、そんなに出すんですか。練習から入れると。練習で2枚とか、試合でマイニングピッチャーとか変える人もいるんで。あ、そんな出るんですね。で、あとね、トレーニングしたらトレーニングの短パン T シャツとかも含めて1人10人分ぐらいは出すんで、ランドリーを。なるほど。だからまあ里崎さん的にはもうなんでやってくれねえの。そうやってもらった方がいいですよね。だからサッカー界もやっていきましょうね。そのために稼がなきゃいけないんですよ。まあそうですね。そのクラブはね頑張ってね。そういったところで選手だって、それで選手の頑張りが上がって、じゃあ J2、J1 行ったら収益が増えるわけだから、だからそのもっと蹴散らなきゃいけないところいっぱいあると思うから、選手の時間をなくすとか、選手が向上するための時間がロスになるのは不利益じゃないですか。まあそうですね。もう里崎さんにこう言われるといつもタジタジで、もうごもっともなこと言ってるのであれなんですけど、僕は経験値としてはクラブによってやっぱその経費削減しないといけないクラブもあるので、違うとこすればいいですか、はい、違うところ、あ、違うとこを経費削減、はい、あ、しかもその雇えないとか、おばちゃんを、掃除のおばちゃんとかを雇えないとか、そういうクラブもあるので、だから洗濯物をどうしても町の洗濯屋さんとスポンサー契約すればいいですか、まあそういう話になるんですけどでもそのスポンサー契約ができないというクラブも中には。でもその遠征先行ってたらそのランドリーどうするんですか。遠征先は自分のランドリー。遠征先はでもどうなんですかね。遠征先はもしかしたらユニフォームとかやってくれるかもしれないんですけど、練習着だけ、はい、着っていうものに対してだと思うんですけど、そこは多分クラブによっては経費削減っていうので、自分でやるっていうクラブもあるみたいなので、それがでもJ のそのいろいろキャリアを経験した方はみんなそれで言うんですけど、やっぱ J はありがたかったなっていうのを体感できるという、これいい話じゃないですか。いやでも J2 もやればいいのになってJ2 もですね、僕だったらそっち方向に行っちゃう、やらせれねえかなって思うんですよ。まあカズさんみたいなのがね、存在が変えていければね、変えていっていただければ、里崎さんみたいな方が坂がいれば絶対変えてくれると思うので、そうですね、言っときましょう、変えてくださいね、プレーを集中していただきたい、やるためにね、そしたら J1 に上がれるかもわかんないんでね、まあもしもそういうクラブがあったらぜひお願いしますっていうことで。優しいですね。いや僕は優しいですよ。気持ちわかるので、やっぱり気持ちわかるんですけど、あと里崎さんみたいな人間には僕はなれないので、いやなりましょう、はい、次回こうご期待でしょさあ今回も那須さんに毒を吐きまくってもらおうという、ね、コーナーになっております。はいはい、はい、もう毒しか吐けないです。もう里崎さんとコラボの裏をずっと書かれるのでいやいや、そのちゃんとマンツーマンディフェンスしてくださいマンツーマンディフェンス今はしてないですよ今はしてないですけど僕にもマンツーマンディフェンスしてくださいもう勝てないです、勝てないのでそこは難しいですけど今日はですね、はい、まあちょっとサッカー界の中の話をちょっと聞きたいという、はい、まず第一に J2 の選手って生活できるんですか。ああなるほど、サッカーだけしてて、はい、まあ単刀直入に言うと、うん、生活はできます。はい、はい、でもそこからじゃあ、自己投資みたいな、はい、トレーニングで自己投資、食料、まあ食事を、はい、こう自分の理想通りにやるっていうのは難しい選手もいます。ちなみに J2 で基本だと年俸どれぐらいなんですか。まあ普通の人で、そのビッグネームとかじゃなくて普通の人で、はい、一概にはでも平均で言うと500万ぐらいですか。いやもっと落ちると思います。もっとしたんですか。はい、まあ言ってもその出てる選手と出てない選手もいるので、平均値を測ったらもっと下だと思います。360とかそのくらいいくんじゃないですか。月30とか、あ月30もらえたらいいのかな。しかもそれでそこから税金引きますもんね。はい。じゃあ結構きついですね。きついと思います。本当にJ2 でもあんまお金がないクラブ。でも試合給はあるんですか J2 でも。試合給はあると思いますけど、本当にもう本当少ないと思います。じゃあ結構きついですね。いや結構きついと思います。本当にきついって聞きます。じゃあ J1 から J2 に落ちちゃったら一気に待遇が落ちるんですよね。待遇が落ちるクラブもありますし、J1 で常連クラブが J2 に落ちた場合は、そのままその年だけは維持させる。でももし2年連続 J2 だったら落ちます。じゃあ前回喋ったランドリーの話とかも、はい、J1 だとしてくれたけど、はい、J2 に落ちた瞬間、はい、自分でしろみたいな感じになるクラブもあるんですか。いやそこまではないですけど、まあ、だから基本 J1 に行けるクラブってそこそこの、はい、体力があるので、で、まあ、J2 に落ちましたってなってからランドリーがっていうことはないですけど、でもスポンサーがやっぱり少なくなりますね。少なくなったりするので、だからクラブとしてやっぱ経費削減で、まあ、ランドリーとかはないと思うんですけど、ちょっとした食事のメニューが減るとかあるんですか。はい、はい、食事のメニューが減るとか、あと大体 J1、まあ、J1 全クラブですグリーン車なんですけど、それが指定になるとか。あ、J2 は。はい。じゃあもう野球界で言うと1軍と2軍の差ぐらいありますね。ありますあります。あると思います。だからそこの経費削減っていうのは結構あるかもしれない。しかも J2 移動が多いんですよ。チーム数多いじゃないですか。僕チーム数全部当てたと思うんですけど、当ててないです。当ててない。ごめんなさい、当ててない。移動が多いじゃないですか。ホテルとかのグレードは変わるんですか ？J1 と J2 で。もう変わります。だから J1 だとそれこそ、まあ、横浜駅のなんかまあそのいいホテルあるじゃないですか。そういうところに泊まるクラブもありますけど、J2 になるとビジネスホテルでもちょっとグレードが低い。でも一人目は全員一人部屋ですか。はい、一人部屋です。はい、それはそうなんです。じゃあ食事会場もだいぶ変わりますね。だいぶ変わります。はい、本当簡易的なというか、まあでも基本的にビュッフェ形式だと思うんですけど、なんかそこはだいぶ違うと思いますね。はい。あと試合中飲むじゃないですか、ドリンク。ドリンク飲みますね。あれ何飲んでるんですか。あれ基本水です。水なんですか。はい。クエン酸とか入れたりしてる人とかいないんですか。野球界でなんかクエン酸入れたりとか、なんかいろんななんか粉入れて飲むんですけど。でも基本水ですね、水だけです。水だけですか。はい。ボトルも水です。あれもう自分用って決まってるんですか。もう決まってないです。誰でも飲むんですか。クラブでっていう感じで、で今はそのコロナっていうので飲水タイムって設けてるので、それで自分用の飲むようにしてるんで、外で飲むっていうのはないです。コロナじゃない時はじゃあもうあるやつもガーって飲むんですか。はい。敵のチームのやつとかも飲むんですか。たまに飲んだりします。これはもう全然なんですか。その時は言わなかったですけど、もう全然飲んだりします。それいいんですか。ダメです。ダメです。バレないなと思って。でもサッカーもドーピングありますよね。ドーピングあります。そう敵のやつとか飲んでドーピング入ってたとかないですか。ないですね。あんまないですね。だドーピングは基本的になんかチームドクターに確認せずに、それこそ漢方とかなんかそういう栄養ドリンクとかも含めて、そういうの飲んじゃったりとか、あと薬とかも処方チームドクターから処方されるやつだけしかダメなんで、あとその注射とかあるじゃないですか。ああいうのも。はい、J はどれぐらいの頻度でドーピング検査あったりするんですか。くじ引きですか。いや、そうです、くじ引きなんですけど、本当に抜き打ちなんで、毎試合ないですよね。ないです。月何回ぐらいあるんですか。月1回あれば、あるかないか。じゃあ野球界と変わらないですね。野球界も月1回ぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、その指定試合ってなって、で、そのくじ引きで選ばれた人が、多分各チーム2人ぐらい。あ、そうです、各チーム2人です。くじ引き、それもくじ引きで。那須はやったことあるんですか。僕結構あります。当たったんですか。結構当たります。はい。オリンピックはドーピングやらなかったです。はい。ワールドカップとかの予選とかもあるんですか。そう、世界大会もドーピング。世界大会もあると思います。へえ。多分あると思う。でもあんま聞いたことはないんですけど。でもサッカーとか試合後じゃないですか。試合後。あんな汗バンバンかいて出るんですか。だから全然出ないです。だから4時間とか、それこそもう止まんないといけない選手もいますし。だから僕が泊まったことはないですけど、ギリギリ帰れたところですけど、でも3時間とかありますね。もうだから水分ずっと飲んで、しかもあれ飲みすぎると薄くなっちゃう。薄いとだからその検査濃度に達してないみたいなことあるので、それでもう1回やらないといけないという選手もいますけど、サッカーきついですね。僕とかすぐ出るんですよ。はい、あ、野球はどうなんですか。すぐ出ます。僕がすぐ出るんで。すぐ出そう。オリンピックの時とかも選ばれてすぐ出るんですけど、もう選ばれた瞬間に試合終わったすぐのベンチからマンツーマンディフェンスなんですよ。その担当の人が。はい、何も入れないように。でずっとロッカー行ってもずっといて、でそのまま部屋に連行されていって、でドーピングだったんですよ。オリンピックの2人が。ずっとついて、ずっとなんですね。ずっともう試合、もうベンチのところでゲームセットってなった瞬間にもう横にいる、ずっと常にもうそれ結構なんか変なプレッシャーですね。はいで行って、わあここがね、飲み物とかビールとかいっぱいあるんですよ。あ、ビールもあるんですか。はい、ビールも OK なんですか。はい、もうおしっこ出せばいいんで、利尿作用あるっつっていっぱいある中で、いや俺すぐ出るけどこの雰囲気味わいたいからまだしないとこみたいな。いやいや、そうですね。まあまあ一般の人はプレッシャーとかこう感じたりして、もうなんか出ないとか見られてるとか、もうジャイアンですもんね。だってもういやもうすぐ出て帰ったら、せっかくこんなオリンピックのドーピング場に選ばれることないじゃないですか。はいはいはい。すげえな、お誰か来た。おお、みんな何してんやろなみたいな感じです。いやいや、もう多分もう視聴者の方々もう分かられてると思うんですけど、メンタルお化けなんでもうちょっとね、異次元ですよね。なんか緊張するとかプレッシャーをなんかお菓子食べ物にしちゃうみたいな、もう楽しんでるみたいなとこある。そんな空間行くことないから。はい。で出て15分ぐらい別にしないでいて。はい。まあそろそろ飽きてきたら帰る場合もしないからじゃあそろそろしようかって。で足回すっつってでトイレ行ったら男の人とが前と後ろで見てて。前と後ろでいいんですね。はい。でズボンくるぶしまで下げて、上も胸まで上げてでこうやってで出るのに見られてるから出ないんです、なかなか。そうっすよね、やっぱそうっすよね、はい、でもまあ出ましたけど、はい、でもまあサッカーじゃあ野球界と変わんないですね、変わんないです、僕らも見られてっていう。だからその前まで部屋で待機して相手チームもいて、それでまあドリンク飲んではいみたいな手を挙げて感じですね。じゃあ、あと試合中ベンチで控えの人何してるんですか？ベンチでずっとポケッと見てますけど、ずっと試合見て見てるんですか？ちゃんと見てます。見えるんですか？でも同じ目線なんで、あんまり奥に行っちゃうと分からないんですけど、でもまあ一応戦況はこう見てたりするんですけど、まあこれはもうちょっとこうあるあるなんですけど、やっぱ若い頃とかベンチでもコンチションあいつミスしてると思ってそいつの動きしか見てないで、ミスするとだからだよ俺出さねえからって監督の方見て、それはでも当たり前ですからね。そういったも結構若い頃めちゃめちゃ思ってました。俺出してくれよみたいな、監督の前でダッシュするとかないんですか？監督の前ではないですけど、場所がちょっと離れてるっていうか横だったりするので、でもベンチサイドはずっと見てます。俺出せっていう。監督見てくれてるんですか？全然見てくれない、全く見てくれないです。あとサッカー界って、じゃあハーフタイムもあるし試合前も、どんなミーティングするんですか？監督によるんですけど、前日にもう戦術の話を仕切っちゃう人もいますし、当日に戦術の話、スタメン発表とか。戦術の話って何の話なんですか？こういうまずシステムとこういう戦い方で入ろうっていう、そのなんか自分たちが戦う軸はこれとこれとこれだみたいな。これとこれとこれって何が？例えばその入り方、立ち上がり10分は前から行こうっていうので、前から行くも行き方っていうか、どういうボールの動かし方でスイッチを入れるとか、あと攻撃の形も、攻撃の形ってあんまあれですけど、その監督によってはその立ち位置みたいな。で、あとその相手の守備っていうか、そのフォーメーションによってミッドフィルダーが1枚落ちたりするので、そのこの攻撃の仕方とか、そこまで詳しくする人もいれば、もうメンタル的な、試合前は基本的にもうメンタル的なことをばーっていう監督がでもそれ聞いたときに、はっ、そんなの絶対無理だよ、お前って思うことないんですか？いや、ないっす。それはないっす。それはない。お前の相手見てねえのか、通用しないやろ、それじゃあ。知らねえぞって思ったりしないんですか？ですね、それは思わないですね。思わないですか？はい。でも、あまりにも長い監督だと、ほとんど聞いてなかったりします。じゃあもうそれも何言ってんだよって思ってるでしょ。なんかもうある程度頭にも入ってるので、だからもう自分でこう思い描んで、もう勝手にスイッチ入れて、自分でこう結局やりたいようにするんで、そしたら怒られるじゃないですか。結構僕監督と喧嘩してたタイプなんで、だから思ってたでしょ。はい。いやいやいや、違う違う。一応最初はなんかこういう入りっていうので、だから聞かれ言って聞くじゃないですか。聞いた瞬間に、はそんなの意味ねえよって思いながら、は長えな、聞くことねえな、どうせ俺勝手にやるから関係ねえよって言って勝手にやって怒られていいやりするってことですよね。総合的に考える。総合的に考える。最終的な着地地点はそうかもしれないですけど、聞いてる時にはそれは思わなかったですか？はい。でもサッカーも試合入って。はい。ミーティングとちょっとこれ違うなってあるじゃないですか。ありますあります。その時どうやって変える？勝手に変えるんですか？僕は結構変えたこともあります。それ、おいお前何やってんの下がれって言われないんですか？ベンチから。ベンチからそれでちょっとこう胸ぐらつかみ合いってこともありました。はい。でもあんまりこうそうやってする選手は少ないと思いますけど、僕はもうちょっとこういやいやいや勝てねえからっていうのをもう前面に出したタイプなんで。いかれてますね。いかれてる。表だって口にはこうやって言わないですけど、スイッチ入るとそんな里崎さん寄りになります。もっとじゃあ YouTube もスイッチ入れていきますよ。いやでもスイッチ入れるじゃないですけど、里崎さんやっぱそれをバッて言って、これは違うよなんとかだよっつってしっかり説明があります。僕はそれがないので説明していきましょう。そこはできるようになれば里崎さんみたいになりますよ。そもそも言ったじゃないですか、もうメンタルお化けなんで。そんなことないですよ。監督にこうやってやるやつはもうメンタルお化けですから。やっぱそうですか？そんなのできないですから。いや、そうですかね。監督にこうやってやってるやつ、僕監督にこうやってやったこと一回もないですから。まあ確かにそうですね。まあそれはそうですけど、まあちょっとスイッチが入っちゃった。はい。っていうのは昔ありましたけど。あとサッカーってどんな天候でも試合するじゃないですか。雨でも雪でも。はい。雷だけですよね。はい。でもそうやりやすい天候とかあるんですよ。雨降った方がやりやすいとかあるんですか？風が一番嫌です。もう風は蹴ったら戻ってくるぐらいですか？そうです。蹴ったら戻ってくるのもありますし、あと雨も大雨でもうピッチがぬかるんでって、もうピッチコンディション最悪はもうかなりやりにくいっていうか、もうボール蹴り合いになるんで。はい。でも蹴っても止まりますよね。止まります。蹴っても止まるので、もうそこでもう本当子供のこう遊び合いみたいな。そんな逆に言うとっすよ、はい、そんなになるのになんで中止にならないんですか。見ててもつまんないですよ、やってても。そうなんですけど、やっぱりその観客、サポーターはそのチケット買ってくるので、野球も一緒じゃないですか、はい、であとその身の危険、そのプレーができないっていうか、身の危険が及ぶっていうことは水たまりがたまるぐらいなんで、うん、だからあんまりその身の危険っていうところにつながらないと思うので、あの芝だからはたまってるかどうかわかんないだけじゃないですか。いや、たまってます、めちゃめちゃたまって。あ、そうじゃ中止になるんですか。年に、いや中止はでも公共交通機関が止まるとか、うん、台風とかね、はい、でも野球とかもあのクライマックスで阪神と DeNA が泥んこになりながらしたんですけど、はいはい、あんなん見てても気分良くないじゃないですか。まあ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 、サッカーもそんな蹴り合いになって、はい、ボールも転がらなくて、はい、もっと中止にした方がいいでしょ。でも意外とっていうか、僕1回か2回ぐらい経験なんですよ。もうびっしゃびしゃなグラウンドで。でもサポーターやっぱこう盛り上がってました。それ多分面白かったでしょ。いやでもあとそのだいぶ佳境だったんで、うん、優勝がどんかかってくるとか、だからこそ、はい、ちゃんとしたところでやりたいのはありますけど、多分日程が過密になっちゃうんですよ、うん、もういいじゃないですか過密になっても、はい、いや過密になってやっぱりコンディション面 そんなトロンコ試合でもまあそのプレーするってなったんで、うん、もうしょうがなくっていうか、まあしょうがなくですよね、うん、もうやらざるを得ない。雪とかもあるじゃないですか。雪は僕経験ないんですけど、ありますね。秋冬制じゃダメなんですか、サッカーは。なんかやっぱりそれに移行しようっていうのはあるんですけど、うん、いろんなそのクリアしないといけない改善点っていうのがあって、まあその雪国の国だとそういう雪がたまんない、うん、そのヒートなんかあるじゃないですか、うんうんうん、あれとかも予算かかるっていうのもありますし、そんなもうJ がやってあげればいいじゃないですか。はい、まあそうなんですけど、あと入学とかあるじゃないですか、新入団って学校3月じゃないですか、だから夏にしちゃうともうめっちゃずれちゃうじゃないですか、途中入団みたいな感じになったりとか。いいじゃないですか、J できるでしょ、高校生でも出てるから。まあ、できなくはないですけど、うん、やっぱ強化してとかなんかいろいろあるんで、うんうん、でもまあその方が代表戦とかも楽じゃないですか。まあ、でも合わせた方がいいメリットもありますし、まだちょっとやっぱ日本におけてそのシステムとかそういうのだとデメリットの部分もちょっと出てきてしまう。どっちがいいですか、那須さん、プレイヤーとして。熱くないですか。僕はプレイヤーとしてはそっちがいいです。秋冬ですか。秋冬。じゃあもう秋冬。だから今は、冬がやんないですもんね。秋冬。だから夏やってるじゃないですか今。夏やってます。あ、そうです。夏を抜かした方がいいですね。ねえ、はい、いいでしょ。じゃあ変えましょうよ。まあ、変えたいですけどね。そんなサッカーなんて、はい、やばいでしょ、熱中症で。やばいです、もう本当やばいです。インターハイの時期とかやばくないですか。もう本当やばいです。もう倒れそうです。僕はプロでも倒れそうです。そうだからもう夏は確かに、まあ、そう考えるとこう見てる人たちを考えるとプレーを質を向上してほしい。あと見てる人もきつくないですか、夏ね。夏きついと思うんですけど、でも見てる人は意外と冬の方が嫌かもしれないです、寒すぎて。でも海外の人たち冬でも裸ですごい美味しい、はい、いやあの人たちはちょっといやそうですけど、もう体感温度も違いますし、ちょっともう里崎さんがいっぱいいるみたいな感じですよ。もう里崎さんがいっぱいいる、もうもっとなんかすごい人たちがたくさんいるみたいな感じなので、多分やっていけると思うんですけど、なかなかちょっと日本の無理なんですか。はい、無理だと思いますけど、でもまあ、はい、でも世界と合わせた方が移籍とかしやすいですもんね。それはしやすいと思います。はい、移籍だったりもそうですし、スケジュール的なもんもいろいろ移行はできると思う、ね、もうちょっと選手も楽になりそうな気もしますけど、うん、そうですね、はい、あと今思ったんですけど、試合水まくじゃないですか、はい、バシャバシャ、はい、なんでまくんですか。あれはボールがスリッピーになった方が、うん、ボールスピードが、まあ、特にパスをつなぐチームとかは、うん、ボールスピードが速い方がいいので。インチキですよね。まあそれも戦略ですね。ホームアドバンテージってやつです。だからわざと巻かないチームもあるんですか。あります。だから止まりやすくなるんで、うん、そういうのが有利な。今年の J でいうと巻くチームで有利なのはどのチームですか。川崎は巻くんですか。川崎はでも大概巻かないチームってあんまないですね今。そうなんですか。結構パスサッカーが主流になってるので、うん、あんま蹴るサッカーというのが多くないので、うん、今の J1 のクラブはほとんどパスをつなぐチームがほとんどなんで、巻くと思います。水不足になっても巻くんですか。水不足になっても巻くと思います。まあ水不足になったら、まあ、そこはちょっと巻くと断言できませんけど、まあ、一応調整しながら、負けるんだったら巻くと思います。危ない。里崎さんワールドに巻き込まれるのいや、まあ、マックと思います、はい、今のだいぶちょっと危なかったです。危なかったですあれと思ってよく引き返してきたんでさすがに僕も、はい、適当すぎるから今のはカットされるやろと思ってますいや、そうですよね。じゃあよかったです。もういくらコンプラの低い僕のコンプラにも、はい、今のは引っかかりました僕もう本当ね、こうやって里崎さんと話してるともうずーっと僕がもういつの間にか里崎さんのこう弟子みたいな感じになってますいいじゃないですか、はい、生きてくるでしょ。はい、いろんなところで好きなこと言えるから生きてくるでしょ。いや、まあ楽しいですけど、うん、ちょっとだからコンプラとかそこら辺はね考えないといけないのでさすがにはい、じゃあナス次あれなんですよね、はい、もっとどんどん YouTube も、はい、だってもう先駆者じゃないですか、まあ、サッカーの中でははい、いろいろだって毎年結構新しいことやってきてますもんね。やってきてますね、今のところ。すごいですね、はい、次なんですか、次野望あるんですか。今年も何でしたっけ、去年、まあ、日産スタジアムとかの試合やらせてもらったんで、うん、違うスタジアムでもパンパンにしてやりたいとか、うん、あ、那須さん今度、はい、あれしましょう。何ですか。僕と PK 対決しましょう、はい、お、いいんですか、そんな。だからキーパー、お互いキーパーキックで、はいはい、で、どっちが本当に強いかやりましょう。それは負けないですよ里崎さん、はい、僕一応サッカーやってましたよ、はい、止めるのはあれかもしれないですけど、蹴るはさすがにでも止められるかもわかんないですよ、僕に。まあ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 、それあれよ。いや、さすがに言ってるの。今度ちょっと外でね、コロナも収まって、はい、そうですね、いつもこうインドアだから、はい、ちょっと外で。ああ、いいっすよ、もう。だから PK 対決と、はい、あとはだから僕は那須さんの土壌で PK 対決だったら、はい、ひょっとしたら勝てるんちゃうかと思ってるんで。はい、いや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 、さすがにですよ。はい、さすがにこの言葉では負けますけど、はい、トークでは。はいはい、さすがにサッカーだよ。いやいや、止めに行くっすいや、負けないです、はい、負けない、そこは負けないです。だから今度ちょっと外で、あ、いいっす、もうぜひやりましょう、はい、やりましょう。異種格闘技戦じゃないですか、はい、野球か、野球は勝てねえな、野球か、キャッチャーちょっとそれか、いろんなスポーツして、はい、どっちがスポーツ王かやりましょう。あ、それはいいですね。だからフリースローとか、はい、だから僕ゴールだったらパターとか的当てのこれだったらちょっとストラックアウトとかね、はい、それだったらいけるかもしれない。だから5種目ぐらい、はい、やって、はい、那須さんと僕との交互の、あ、そうですね、で取って、はい、で、はい、どっちがスポーツを変えました。あ、いいっすよ。あ、それめちゃめちゃ面白い、うん、外で、はい、でもちょっと僕野球系で里崎さんを任したいっていう思いがあるので、はい、でちょっと野球系多分勝てるかも分かんないですよ、僕大したことないんで。いや僕はもう PK で那須さんに勝って本当大したことないわけないじゃないですかだから今年ちょっと収まったらそれやりましょう。あ、ぜひお願いします。面白いですね、そのいい時期でちょっと異種格闘技戦でやりたいです。どっかのところを借りて、はい、5種目ぐらいで、はい、はい、ちょっと勝負していきましょう。ぜひお願いします、はい、また今年も1年、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。里崎チャンネル、ジョン、こんにちは。さあ、今日はですね、加納舞子さんとのコラボ企画です。ちなみに加納さんの舞子チャンネルにも里崎出てますので、はい、ぜひそちらも見てください。ぜひお願いしますね。里崎が加納さんにズケズケ何でも聞くっていう大丈夫ですか。何でも聞いてください、うん、何でもいけるんですか。いいですよ、うん、じゃあやっぱ一番気になるのは、はい、やっぱお金ですね。やっぱ里崎チャンネルお金が大好きなんですよ。そうなんですね。視聴者の人もお金の話が大好きなんですよそうなんですね、はい、やっぱりお金の話、はい、まあ加納さんは、まあ、V リーグもそうですけど、はい、海外も行ってるじゃないですか、はい、で、まあいわば日本でいうと V リーグがトップオブトップですよね、はい、バレーボール選手の中ではいくらもらえるんですか。 V リーグはプロじゃないので、まあ、プロじゃないんですか。プロじゃないんですよ。プロの人もいるんですか。プロ宣言してる人は個人でプロなんですけど、基本的に会社所属なんですよ、実業団なので。なのでプロじゃない人、そのまま例えば高卒とかで入社して、もう社員としての扱いなのでお給料なんですよ、毎月普通の。その社員としての。そうです。じゃあ福利厚生もあるんですか。あります。厚生年金、社会保険ですか。はい、社会保険でした。おお、え、社業務はするんですか。してるチームと全くしてないチームと、例えば週に2回出社するとか、全くしないとか、もうチームによって全然違うんです。加納さんが行ってたチームは私が行ってたチームは全く、作業はしないで、まあ、プロと同じ生活ですよね、1日トレーニングしてバレーしてっていうチームで、でお給料はその本当に高卒1年目のお給料でした。ボーナスとかもあるんですか？ボーナスはなかったですね。ボーナスなしで、私のいたチームはもう優勝したらいくらっていうのが決まってました。じゃあ勝ったら J リーグとかは勝ったら勝利給とかあるらしいですよ、はい、まあ野球とかもあるんですけど、はい、勝利給とかないですか？は私のチームはなかったですね。あるチームもあります。あるチームもあるんですか？はい。勝ったらいくら、何万円プラスみたいな。私がいたチームは優勝しない限りは賞金がもらえないチーム。優勝、リーグ戦で優勝して最後のプレーオフで負けてあるダメなんですか？ダメです。さ全部の優勝で初めて個人に賞金が入ってくる。ドンって。はい。それは全員平等の額ですか？それともいや、選手によります。選手によって、例えばレギュラーのじゃあ6人7人、それメンバー、それ帯あるんですか？あります。帯はあるんですか？はい。おお、じゃあまあじゃあいいっつっても優勝だけですもんね。そうなんですよ。2位とかも3位はもうダメ。じゃあそれでそのじゃあ大卒と高卒だったらそれはまた違うんですか？いや、賞金に関しては初任給、初任給違います。大卒と高卒ははい違いました。大卒ですよね。私高卒です。高卒なんですか？はい。じゃあちょっとあれですね。あ、そっか、八王子実践がそのまま入ったんですね。はい。じゃあちょっと高卒低いですね。低いです。やっぱ20万届かない。生活できるんですか？何してるんですか？やっぱ寮だったので、そこまで。じゃあ寮費は払うんですか？寮費払ってましたね。はい。いくらですか？ロッテはちなみに寮費5万円、5万円払ったら10畳の部屋にで、ベッドはついてるんですよ。で机もあるんですよね。あとまあテレビとか自分で入れて、で光熱費食費込みで5万。なるほど。どっちだったっけな。で光熱費とかも込みなんですか？光熱費とかも込みです。食事出るんですか？光熱費食事で、まあその部屋と。どんな部屋ですか？お部屋は広いですか？最初のやっぱ 1,2 年目とかはちっちゃい部屋なんですよ。でどんどんこう年齢が上がってって、大卒の年までは絶対に寮にいないといけないっていう決まりがあって、で広い部屋もあるので、まあ大体3年目ぐらいからちょっと広い部屋に行けるんですけど、最初はあれ何畳だろう、8畳ぐらいですかね。でもまあそこそこ広いですね。はい。もう普通の1部屋、ワンルームで洗面所だけついてる。で海外はどうですか？海外はもう完全にプロなので、でクラブチームなので、もう年俸制ですね。いいんですか？トップの人どれぐらいもらってるんですか？トップの人は奥行きます。お、行くんですか？はい。トップの人は本当に、私は全然トップの人ではなかったのでそこまで全然いかないんですけど、でも日本でやるよりはもらえるんですよね。そうですね。でも結構じゃあシビアっすね、その給料面は。結構シビアだと思います、バレーボールは。ねえ。あ、ジャパンはどうなんですか？ジャパン手当あるんですか？一応協会から入るお金は日当みたいな形で、僕らも日当ですよ、ジャパン行ったら。そうですよね。1日5万とか。高い5万だったような気がするっすよ。いや当時めちゃくちゃ安かったですよ、私たち。そうなんですか？はい。そんな拘束されるのにあれ6000円とかじゃなかったっけなねえ、なんか安かったんですよ6000円で。それだってもう学生の日当やん。本当に時給にしたらいくらなんだろうみたいな。そう600円ぐらいじゃんそうですよ。だって合宿で一日中あれですから、10時間ぐらいはミーティングも含めたら拘束されるじゃんね。そうです。でも600円ぐらいじゃん時給。それ安いね。それで代表やってました。じゃああれいろいろ大会あるじゃないですか。はい。でメダル取ったりしたらあるんですか、賞金は？まあ一応はい、賞金として個人にもらえるお金はありました。負けたら賞金ないんですか？負けたらなかった。なんかこう予選で敗退とかだったらないと思います。決勝トーナメント出たらいくらメダル取れましたよね、ロンドン。取りました。あるんですか？なんかバレーボール協会はないですよね。JOC からの決まった金額はあるっすね。あれは一人ずつくれるんですか？はい。くれんだね。俺だって北京4位だからさ。ああそうだ。発球が地面に落ちたんだよね2回ほど落ちちゃった。うん。発球が芝生の上に落ちた、超大事な時にじゃあ遠征とか行ったら行くじゃないですか。はい。ホテルはいいホテル泊まるんですか？いやー、いいホテル泊まったことないですね。どういうホテルですか逆に部屋は2人部屋ですし。大人なのにしっかり2人部屋で普通のレベル、うん、高級ホテルとかに泊まったことないです。食事会場あるんですか？あります。宴会場みたいなところで、はい、そこでみんなでバイキングですか？そうです。それはもう豪華なやつあるんですよね。豪華、普通です。肉とか焼いてますよね？焼いてないですか？焼いてないです。お寿司とか握ってないですか？握ってないそんな食事はしてない。握ってないの？天ぷらとか揚げてないですか？揚げてない。それは常にいるわけじゃないですけど、あ、今日は焼く日なんかと思ったらステーキです。あ、そこのホテルはステーキ焼くのかとか、あ、ここお寿司あるねとか、あとラーメン作ってくれたりとか、うどん、何人いないです。もうずっともう置いてあるできたやつが。人立ってないんですか？立ってないです。で、なんとかっつったら、はいっつってないなぁ。そんなんでしたか？うん、そんなんしかなかったけどない。名古屋とか行ったら、はい、白味噌と赤味噌の味噌汁が2個あったりとか。めちゃめちゃ。だから和洋中、はい、全部ある。でもホテル2人部屋寝れないじゃないですか。いびきとか隣が書いたら。ああ。じゃあ2人部屋、そうですね、結構。でキャンプとか行っても2人部屋なんですか？はい。ずっとバリバリレギュラーでも。バリバリレギュラーでも。そうです。もう世界大会の時もオリンピックの時も2人部屋。もう割り振りは監督考える。2軍はあるんですか？バレー。いや、ないですね。1軍だけですか？はい。移動は新幹線はグリーンですか？指定席ですか？指定席です。はい。普通指定席。だってみんなでかいじゃないですか。そうなんですよ。そんなのギュッて同じところに座ってます、みんな。だって2、3の席ですよね。はい。で、真ん中の席も使うんですよね。使います。一軍ですよね。一軍ですよ。はい。レギュラーもそれ一軍ですよね。はい。監督はグリーンですか？いや、監督も一応普通席にいるんですか？はい。それ移動で疲れますよね。疲れます。で、バスは何台ですか？1チーム2台？1台。1台。ぎゅうぎゅうでそんなんじゃ勝てないよ。そんなんじゃ勝てない。もうしんどかったですよ。狭いし。ロッテとか下手したら3台あったからね、1チームで。タバコ吸うバス、タバコ吸わないバス2台みたいな。もうガラガラよ。ガラガラ。だから1人2席は確実に使えるってことですよね。1人2席が普通。たかが30分ぐらいタバコ我慢すりゃいいやんっつって、で、まあ2台になったんですけど。ああ、なるほど。それでも1軍なんて20、30人の裏方、まあでも60人ぐらいで、はい、30人ずつ乗ってる感じ。あ、飛行機はなんですか？飛行機はもちろん普通席。ジャパンの時は普通席。海外遠征もジャパンですよね。エコノミー。ジャパンもそうなんですよ。俺ジャパンでエコノミー座ったことないで。いや、もうエコノミーが普通で、なんかオリンピックで銅メダル取った時だけ、うん、なんだビジネス。のチケットをもらえたんですよ。帰りだけ？帰りだけ。野球界恵まれてんのかな？恵まれてますよ、絶対に。だって野球界のジャパンビジネスしか座ったことない。いいな。下手したらチャーターだしね。あ、チャーターになるんだ。代表だからそれぐらいしなきゃね。ジャパンなのにね。はい。みんながね、目指すところですから。で、移動はだってプロっていうか最高のリーグじゃん。はい。そんなんもう指定席のとこ並んでたので。指定席なんですよね。いや、夢があるからやっぱりグリーンだね。変えなきゃ。変えてほしい。変えてほしい。それぐらいは。それぐらいね。各企業によるのか、そこも。もしかしたら私たちのチームはそうだったかもしれないけど、違うチームはグリーン乗ってたかもしれないじゃないですか。そこは分かんないから、会社の財力にも寄ってくるんで。可能性あるですね。あとバレーってどうやって入団するんですか？ドラフトとかないですよね。ドラフトないですね。まあスカウトです、ほぼほぼ。のみですか？で、高卒大卒が次が V リーグじゃないですか。はい。いけない人はどこ行くんですか？引退ですか？いけない人はまああるんですか？なんか一応 V リーグにも今そのランクというか、あって、V2 とか。はい。まあ今のその一番上がプレミアリーグって言うんですけど、ディビジョン1か、言い方変わったのか、一番上のそのリーグに12チームで、2番目のところに8チームか10チームぐらいで、3番目のところまであって3段階あるので、まあどこかのチームに入るか、もうクラブチームでやるかどうなの。じゃあもう受け皿少ないですね。で全部スカウトですか。もうほぼほぼスカウトですね。何チームかはトライアウトとかもやってたりするんですよ。加納さんはもううちに出てきたんですか。高校生の時に来てくださいって来たんですか。そうですね。契約金あるんですか。契約金一応下っ金みたいなのあるんですか。下っ金はありました、はい。一応いただいて。いっぱいくれるんですか。どれぐらいでいっぱいなんだろう、まあ野球とかだと1億とかくれるじゃないですか。マジで比べ物になったりよ本当に。よく目水野っすよね。当時は、今はチャンピオンです。用具は全部自分ですか。いや、支給でした。全部ですか。チーム支給。チーム支給。今はどうなんだか分かんないですけど、当時は、はい、靴もウェアも全部支給、チーム支給ですか。はい。じゃあもうただなんですか。何もお金かかんないですか。でバレーする道具に関してはほぼほぼかからないですね。へえ。野球とかだったらお金もくれて道具くれる人いるじゃないですか、アドバイザーみたいな、はい、そういうのあるんですか。バレープロ契約してる選手のみですね、おそらく。そうですよね、メーカー契約。社員としてダメなんですよ、個人でやっちゃう。ああ、へえ。プロ化した選手はそういうの OK でした。じゃあ他からの入りが少ないですね、プラスアルファは。ほぼほぼないです。ないです、はい。会社からもお給料。へえ。そういうとこ認めでもバレーって道具なんか大事な、靴とか大事なんですか。まあシューズとそのサポーター類とかしかないですね、うん、道具って。シューズで変わるんですか。変わります。バネとか入れて。バネ入れたいけど、うん、結構規定があって、うん、例えばだから女子バレーだったらずっと代表のユニフォームが水野なので、うん、水野のシューズを一応履かないといけなくて、うん、どうしてもアシックスがいいっていう人もやっぱりいるんですよ。うんうん、そしたらどうなるんですか。なのでマークを消します。で見えないようにして水野として履くみたいなはやってましたね。でもそっかないですもんね、サポーターと靴しかないですよね。道具ってはいバレーって本当なくって、うん、だからチームで所有するボールとかネットとかはありますけど、ボールの違いでプレー変わるんですか。ボールの違いあるんですか。ボールも全然違います。揺れが。揺れとかなんだろう、打感とか。うん、セッターが一番感じるかもしれません。トス上げる人が全然ボールのタッチが違うので香ってきます。ボールでトス上げる人に「あんた上げろよ」っていうことないんですか。あでも私はあんまり言えなかったですけど。何ですか。あんま自信がないタイプなので自分に、うん、いやだからもうちゃんと打てるとか上げてよっつって。まあでも高校生のとかの時は言ってましたね、ガンガン。それもジャパン行って長さんとか竹下さんになっても言えるんですか。言えないです。言えないです。もうちょっとさ、もうちょっとこういうの来てよって。あ、でももうちょっとこうがいいですとはやっぱ言わないと分かんないでしょうね。全部 OK なわけないんで、それはもちろん言ってましたけど、打ちにくいなと思いながら。それは思ってないです。思ってないですか。はい。打ちにくいな、本当合わせなきゃいけないよみたいな。ただやっぱさ、そのなんだうまい人だからこっちが悪いのかなって先に思っちゃうんですよね。こっちの入りかみたいな。でも今のはどうしてもこうしてほしいと思ったらやっぱ言います。でもなかなか上げてくれないパターンもあるんでしょ。お上げろよお前って思わないですか。でもそういう時はフリーだろうっつって、そういう時はこっちへ「へいへいへい」っつってやんないんですか。「へいへいへい」言えなかった。自信なかったんですよ私。全そんな。でもサインはこうやって出すんですよね。あれ何出してるんですか。サインはセッターが次はこのコンビでいくよって3人4人分に出すのか、相手を見て次これが有効だなと思うものを一人一人に出すんですけど、大体そのサインを見るとあ次やってもらえなって分かるですよね。じゃあまた私じゃないのってなる。なります。お全然来ないじゃんって。私今日少ないなと思いながらやる時もあるし、言ったったらいいや今日全然ないなって言って、それ言えたらマジで強いですよ。でも言う人もいるんでしょ。いや竹下さんには言わないです。俺とか先輩とか関係ないし「おい!」本当ですか。だって聞こえないんだから、見てないんだからこっち「おい!」って言わないと。だってこっち向いてないから「おい!」って言わないと。なんとかさんとかじゃないんだそこは。だってもうムカついてるから見てないこと見とけとまずミーティングってとかで言わないの。そしたら後から、だっていや今日の試合の反省ってなった時に、はい、今日こんなにフリーになった時あったのに1回も上がらなくて結局そっちに投げて、まあ、信頼度がないのは分かりますけど結局それで止めれなかったり決めきれなくて結局全カバーされてるわけじゃないですかって言ったら、それでこっち試そうとかってないんですかっていう。言わないですね。言えねえ。言えない。そうなんですよ。言った方がいいんじゃないですか。バシッと。分かってないでしょ。言った方が良かったのかな。でもなんかセッターはセッターの考えがあるから。でも負けてるんですよ。まあ、それ聞くのは大事。でも負けてるんですよ。はい。そうです。負けてたとしたら。勝つためにやらなきゃいけないから。俺なんてあれだよ。ピッチャーが年下のやつとか、さっさんこういうのやりたいんですって言って。でも俺の中で思ってんだよ。絶対無理っしょって。思ってるけど、こいつはやらしてみて気づかせなきゃわかんないからって言って、それ永遠エンドレスでやらすのよ。やりたいって言ってきたやつを、早めに3回ぐらいなんだよね。はい、で、まあできないじゃんね。はい、まあでもそんなの俺は分かってるんだけど、でもできないところを見させなきゃいけないから、はい、わざとやらして、あのさ、やりたいって言うからさ、やらしてんだけどさ、全然できないじゃん。え、どういうこと？それでよくできますって言ったよねって言って。負けるけどいいの？できんの？あとさっさに任せます。うん、オッケー。ちょっと終わり。任せますってなっちゃうんだ。でもやらせてんだよ。それでうまくいく人もいるからね。はい、できる人もいる。でやりたいっつってできんのかなと思ってやったら、あ、結構いいんじゃん。これもいけんなって思って気づかなかったことを気づくこともあるから、はい、別にどっちに触れるかはそいつ次第だから、はい、もしうまくいったらうまくいったでこっちの引き出しも増えるから、まあプラスなんだよね。だから言ってあげた方がいいから、もっと気づかせてあげないと。でしかも言っていってたらやらせてくれるんだったらいいじゃんね。それで結果出たらこっちのためにもなるし、はい、ダメだったら納得いくじゃんね。あとあれないんですか、なんで使わねえんだよだりな、ほら負けてんじゃんちってないですか。いないなそういう人。思ってる人いますよ、うん、なんで私のこと使わないんだろうって、言わずに勝手になんか女子が機嫌悪くなっていくから、だったら自分が言えばとは思いますけどね、私は言わないです。でもあるでしょ、そういう思い。ありますよ。使ったら勝てるのにここいけたなとか、タイミング違うなとかありましたけど、言わないです。言ったってよかった。言えなかったな。言って全然ダメだったらどうしようって考えちゃう。ダメだったら練習すればいいじゃん。そうですよね、反省して。だってジャパンってレギュラーが集まってるから、多分監督も大変じゃんね、はい、全員レギュラーだから、で使われなかったらはぁみたいな。でもジャパンってどうやったらなれるんですか。どうやったらなれる、だからどういうところを見てジャパンに選ばれるんですか。それはもちろん監督、最終的にメンバー決めた監督にしかわからないですけど、ただそのやっぱりまずその1年通してリーグを見ます、長いリーグを見ます、でその中から大体バランスを見ながら選手をピックアップして、でそのチームがやりたいそのバレーに合う人をまず選ばないとダメっていうのと、でその中のやっぱこの選手選ぶんだったらやっぱこの選手が生きるとか、そういう多分バランスをいろいろ重視して選んでると思います。だからすごくても選ばれないんですよね。だからかぶってたりとか、そのこの人もこっちのチームでいい、この人もこっちでもいいけど、一緒に招集したところでかぶってるよね、じゃあこっちだけってなるじゃないですか。だからサッカーとかでも得点王の人がジャパンにいなかったりするじゃないですか。だから多分他の人との組み合わせもありますよね。もうだから面倒くさいですよね。野球とかも首位打者取ったら絶対選ばれるからね。そうなんだ。だって最多勝とか最優秀防御率とか絶対選ばれるし、どっちかというとなんか組み合わせなんですよね、バレーは。成績ももちろんそうですけど、じゃあ監督、誰が監督になるかですごい違うんですよね。多分全然違うチームになる。野球って多分7割方は誰が監督になっても一緒の選手なんですよ。だって誰が今監督になっても鈴木誠也が外れることないじゃないですか。確かに。ショートが坂本じゃないわけないし、キャッチャーに甲斐が選ばれることは絶対だし、千賀が選ばれるのも絶対だし、村上とか選ばれるのは絶対じゃないですか。でバックアップメンバーでまあ足の速いやつ入れとこうかとか、守備どこでも守れるやついるから、まあこいつの方がバッティングは引いてるけどレギュラーじゃないんだったらベンチからだからマルチプレイヤーの方がいいからこいつ選ぼうとかっていうのはあるんですけど、レギュラーは多分誰が選んでもほぼほぼ変わんないんですよ。だからある意味簡単なんですけど、そう考えたら監督が違うことによって大きく変わるんですね。セッターだけ一緒ですか。いや、セッターこそ分かれると思います。好みで何を重視するか。でも僕中須さんと竹下さんしか見てないですけどね。最近コロコロ変わりますけどね。変わりますね。パッとしないんですかね。多分そうだと思います、うん、安定してないんだと思うんですよね、うんうんうん、だからなんか数字重視じゃないというか、うん、この子がいるんだったらこの選手いるだろうとか、うん、結構それで変わってきちゃうので、うん、なんか組み合わせ重視みたいな。それも難しいね。最高峰が日の丸だからさ、そこで監督次第で、はい、はみたいなね、なって、よくそうですよ、よく起きてますよそのね、はい、だから誰が監督だからその人がいたチームの人がまあ優遇されるのもあるんだよね。よく分かってるからね、うん、だからめっちゃ難しいですね。難しいと思います。リベロは何で判断されるんですか？これ取るだけなの？リベロは取るだけ、うん、まだ打つのとかは到達ジャンプ最高点が高いとか、はい、強いとかセッターとかセンターとかブロック高いとか、はいね、サーブうまいとかなるんですけど、はい、リベロってこれ取るだけじゃないですか、まあ、取るだけじゃ取るだけですね、うん、それで何、まあ、僕のイメージはもう佐野さんしかないんですけど。そうですよね、うん、何が基準で選ばれるんですか？スパイクレシーブって相手のスパイクを受けるレシーブと、うんうんうん、あとサーブを受けるレシーブって全然全く別物なんですけど、うんうんうん、その2つがどっちもレベルが高いっていうのは絶対的に必要で、うん、あとはやっぱりなんだろう、面倒見というか他の人のバックアップができる選手じゃないとリベロってできないですね、うん、ただうまいだけじゃダメなんですよ。リベロの人はサーブも打たないですよね。打たないです。何してるんですか練習？ディフェンス。ずっとですか？ずっと打ち込まれてます、ずっと転がってる下を。手腫れるね。でも本当そうですよ。ここド M じゃないとできないね。ド M じゃないとできない。だって打つ爽快さとかないんだもんね。ないです。やり返せないから、うんうん、自分が。だって打たれるだけだもんね。それ拾って全部受け身で、ミスしたら怒られるしねお前そのために出てるのになんであげれねえんだよみたいな、ね、そのためにいるのにってめっちゃ言われてますね。あと俺も聞きたいこといっぱいあるけど途中でピンチブロッカーとか出ていくじゃないですか、はい、ですぐ変わるじゃないですか。あれ全然違うとこ飛んでる人とかもいるじゃないですか意味あるんですか？やばい、私かもそれ私よくやってた気がする。ピンチブロッカーで出てきて見当外れなブロックしてる人そういうのもとかついていけてないとか振られてせっかく入った意味ないじゃんみたいな。それダメです。一番やっちゃダメ。何のために出てるのって一枠削ってでめちゃくちゃ後から怒られて次の試合から使われないやつです、うん、しかも結構ピンチブロッカー重要なとこ行きますもんね。そうです。いい終盤の1点のね、はい、こう大事なとことか最後サドンデス入って時とか行くじゃないですか、はい、ジュースの時に出てきたり、うん、あとはピンチブロッカーってやっぱりセッターが低いところに入れられることが多いので、うん、わざわざセッターを抜いてそこに入れられるから、うん、次のプレーとかが大事なんですよ、うん、だから結構重要なんですけど、うんうんうん、言われたことできないとだからもう次からもう絶対使わない無理、もう無理、違う人にやらせるなるんで結構重要です。1ポイントだけなんです、ね、じゃあ最後に、はい、日本が金メダル取るために何が必要なんですか？うわー、これ真鍋さんになったからめっちゃ言ったろ嫌いなんですか？いや違うそんなことない一緒にやってた方がね、今、まあ、何が世界と何が違うんですか？だってまあよく言われるのが拾ってつないでみたいな、まあ、でもきついじゃないですか。どんもいかれたら全部拾えないじゃないですか、まあ、それも大事ですけど、なんだろう、一番勝つためにですよね、うん、なんか同じことしてても勝てないんで、うんうんうん、その日本のいい芸と言われる、うんうん、その守備、堅い守備とか、うん、速いコンビバレーってもう当たり前なんで、うん、それができなかったら多分予選も突破できません、うん、それは大前提として、あと一つ何かがないと金メダルが取れない、なんですかね。もう 2m50cm ぐらいのやつがいてですっごい飛んでドーンとかっているんですか？そういうやつが海外ですか？はい、いますよ。やっぱ他のチームには大きくて動ける人がめちゃくちゃ増えてて、うん、昔だったら大きかったらちょっとこう動きがとろかったりディフェンスできないとかだったんですけど、まあ、今大きい人が横の動きもすごい速いし、うん、飛ぶし、うん、だからじゃあ、まあ、俺野球はもう世界一はすぐなれると思うんだよね、うん、バレーはいつ金メダル取れるんですか？取ってくれるかな、3年後パリで。いやその願望とかじゃなくて取れるかな、取れるってほしいですけどね。ちょっと声から小さいですいや金メダル取るって、うん、でも東洋の魔女金メダルそうなんですよね。でもそれ以来取ってないですから、うんうんうん、日本は銀もないんですか？ロサンゼルスで銅以来の私たちのロンドンの銅だったので金銅なんですよね、うん、分かった。俺今日話して、はい、金メダル取る方法簡単にできる方法、まず新幹線はグリーン、うん、で食事面をもうちょっと改善してパワーと体がでかくなるようにもうちょっと焼き手の人も入れる食事、うん、なるほどなるほど、うん、で飛行機はジャパンはビジネス、うん、で部屋は一人部屋、うん、これで多分金に近づくと思うよ。まあとりあえず決勝にはいける。いい、この条件だとちょっとやりたいわ私も。そんでもうその代わりもっと厳しく貪欲にやってくださいよと、ね、特別なんだからっていう、これだけやってるんだから、そうそうそうにしてもっとその周りの環境から上げて、うん、練習の量を負荷を増やすけど休みもしっかりできるようにしてメリハリつけていくといけんちゃう。モチベーションの部分大事ですから、ね、だからでまずジャパンに選ばれた場合、まあまあ、5万とか3万にしようかな、うん、にしてそういったところの賞金のモチベーションも上げながらやっていくみたいな感じにして、ね、やっぱ餌もいるから、はい、必要。それとりあえずそれやってみた方が俺いいと思う。ただ技術とかいきなり1回連れてこいとか無理じゃんね、うん、いきなりスパイクも180キロぐらい打ちますよって無理だから、そういうのをいろいろ連れてきて。じゃあそこからやりましょうか。まずそこからですね、簡単に変えれる部分、ね、バレーボール協会の皆さん、ね、V リーグ、ね、各クラブの皆さん大変だと思いますけども、未来のバレーボール界のために、ね、まずそこからやっていきましょう。そしたら金メダル取れます。お願いします。こんにちは。さあ今回はプロスペースコラボ企画大発表会ということで、斉藤和美さんと GG 佐藤で3人でプロスペースコラボ企画ということで、まずは今季の前半戦を振り返るっていう、プロスピのことを一切話さないっていう振り返るんですか。振り返れんの。いや、まずこの里崎チャンネルですか、ここが、このスタジオですよね、はい、来れて嬉しいですはい、ずっと憧れてたんで。そうなの。ああ、里崎さんの匂いがする来たかったんですここに。あなたです今日は。やっと来れました。でもまだあれだよ。イレギュラーなバージョンだから、コラボだから。これはまあ完全に呼ばれてないですね。はい。最近プロスビーやってんの？やってますよ。ずっとやってますよ。そうなの？休みなくやってますよ。無課金で？無課金で、もちろん。もちろん。もう課金してる？今たまにしてます。この前誰だっけのあれ。伊藤博美取りたくて3万円ぐらい使いました。取れた。で取れた。っていうのが全部。全部狙う。甘い。甘い。天井行ったら勝ちでやればいいじゃん。あ、天井行って逆に勝ちってことですか。ああ、もう出ちゃったよみたいな。そっちっすか。そっちで。わかりました。やります。やるの？伊藤博美でやってみようかな。伊藤博美出るまで。いいよ。はい。今やってる。伊藤博美？今やれやればいい。あ、今やろうよ。趣旨変わってきます。いやいやいや。今やろうよ。出るまで見とこう。見とこうか。そんな時間かからないよ。携帯だし。なんでこの展開ですか。まあまあやりましょう。一回やりましょう。もう出しちゃいますよ一発で。でも S 確定だからね。一発目から。S は確定だけど12球団誰来るか分かんないから。S か、あ、来た来た。そう。あと何枚引きかだね。さあ来い。あ、これは1枚引きだね。来い、打っていいよ、飛んでいいよ、ピロロンピロン、はい来た、マルテ、やっぱ最後だよ、最後荒木だから、伊藤博美がどれだけ欲しいかの念が入るかどうか。来い伊藤来い、マジ来い、浅村、伊藤、伊藤まさし、はいお、石川、いいじゃん、いいじゃん、パワーカーブ、パワーカーブ、いいじゃん、いいじゃん、はい、ありがとうございます。じゃ、これで、絡めしょうか。おい、おい、はい、マジでやるんですか。3回は行こうよ。オッケー、オッケー。チーム確定になるからね。3回は。もう、巻きでいきますよ。いや、もうゆっくり行こう。途中、だって、調子くんから。赤、赤。あ、すみません。打ってくれ。これはもう S 出へんな。S 出ない、これ。うん。茂木、はい、誰これ最終員知らんの3人サイド知らないです。3人サイド知らないそれ事務所やそれ事務所って冷静なツッコミですね。山本はいないな。さあ次ジジイも確定だから OK いきます。マジで何この展開。これでハム絶対来るから。ハムがで S とは限らないですよね。 S は来る。 S でS 来るんですか。 S のハムが絶対1人当たる。それ誰来るかわかんないよ。赤きたレインボー。これで2枚引きできるかどうかが勝負だからね。来い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 。ダメか。惜しいぞ。打っていいぞ。ワンチャンあるんじゃん。打っていいぞ。打ったよ。それはジジイも確定してるからね。でもこれ打ったらハムのよし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 持ってない選手の中から来るから。これ来るぞ。2枚あるかもわかんないね。ない来い。これ辺の来るとしたら来い。何はい起きた。はい石川10チームじゃないじゃないですか。いやいやだから2枚2枚よ。誰や来い。近藤かよ。いいじゃんいいじゃん。GG 近藤来た。GG 近藤誕生日してます僕と。そうなの。8月9日行こうや。もうやめましょう。話趣旨変わってますって。エナジーないから買わなきゃいけない。本当にやりますよ。やれこっち行きましょう。本当お願いします。ギブ。さあということで前半戦振り返る今年のプロ野球。やってきた。西武ソフトバンクロッテというところで今ソフトバンク首位です。でもコロナで離脱、怪我離脱で首位すごい。3連勝とそっから連勝してる。しかも怪我人もめっちゃ多いのに。あれはどうなん？4億円のガルビスは。下でも売ってないですよ。何しに来てんの。いやいや、それは戦力として来てますけど。来てんの風見さんのわけじゃないしね。まあでも、今のソフトバンクの好調を維持させたのは、やっぱりガルビスの満塁ホームランだよね。だから1本で4億円。だって全然やん、全然。いや、2年契約してるんで、来年見てください、来年。柳町がでかいんじゃないですか、柳町でかい。あれはでかいですね。あれでかいですね。で、上林も怪我してる。上林もそう。で、牧原がもういろんなとこ守ってくれるから、もう外野も内野もね。でも、今宮も元気だ、今年は。今年どうしたんですか、あれ。ホームラン捨てた。そうなの。振り回すのやめたんですか。ホームラン捨てたってコメントしてたの。狙ってたんやと思った。逆にね、逆にお前狙ってたんかいってじゃなくてね、狙ってたんや。それあれじゃやっぱ球場狭くなってるからで、オールスター選ばれてやっぱホームラン我慢したからオールスターでホームラン狙いたいやっぱ狙ってたんや。あとはやっぱ今年のここまで怪我人出てるのにやっぱ好調になってるのはやっぱ又吉の存在も大きいよね。又吉ね FA で取ってきて又吉、まあそうね、その森がいなくなったっていうのは余計又吉の存在のでかさはありますよね。最初だって全く点取られてなかったしね。最近ちょっとホームラン打たれてるけどでかいよね。でかいですね。それはでかいね。やっぱ経験ある選手がね、あれで又吉がおらんかったら、そんな経験がない浅い選手が大事なところになっていかないから、それはでかい。あとやっぱ大関じゃん、大関左パワーピッチャーですね。そうですよ。だから田中正義、松本一輝がどっちかがローテーション入るかなって2人ともこけてしまって、でそこで急遽大関がそこでチャンスつかんだからね。今なんて左で大関が一番安定感あるし、ローテーションも崩してないし力あるし本格派っすよね。意外とそう、150キロも速いですね。ほぼまっすぐしか投げないから、でたまにフォークみたいな。左バッターにね、ちょっと3割以上打たれてる、それだけです。あれ左に打たれるときは、なんでインコース投げれないときなんですか。じゃない、やっぱり。インコースだって、もう多分昔みたいに左がアウトコース投げるときは抑えれる時代じゃないから、こっち投げないと、多分もう無理だよ。みんな投げないからね。で練習せえへんやん。左が右は右のインコースで練習するじゃないですか、左は左のインコース、あんまり練習しないですよね。そう確かに、外で勝負すればなんとかなると思ってるから、左対左は外すら投げときゃいいだろうみたいな。で、アマチュアの時にそんなインコース投げなくても抑えれるじゃん。だから抑えれるようなことしかしてないから、プロ入ってきてからやりだすから、多分できないんだと。なるほどね。まあでもこのまま優勝ですか。いやそんな甘ないでしょ。ただでも楽天がなんかバタバタしてくれてるから助かってるところはありますけどね、ホークスは。うん、でもじわじわ西武来てるでしょ。西武ロッテがね上がってきてます。西武どうなの？西武知ってんの？西武は知ってます。今年は西武いた。西武にいました元。西武デパート働いてました。そういうわけではない。そうでしょ。なんで嘘つく？ちょっとボケた方がいいのかなっていう。西武いたって言われたんでボケた方がいいの。厳しいな今日。それは違うよ、いつものさっさんとまだ違う。厳しいな、このチャンネルだったら厳しい。今日ちょっと俺もそれ感じてるもん。いつもの空気感は違うなっていう。アウェー感出てますよね。なんか全然ウェルカム感全然ない。全然ないっすね。アウェー感ってかっててホームじゃないや。いや一応ロッテの OB 後輩ですよ、佐々木さんも一応。一瞬いたね。一瞬いました。僕はロッカー隣だったからね、佐々木さんと。知ってます？覚えてます？一人佐々木チャンネル聞いてますから、あの当時から一人でくっちゃべってるんですよ、ずっと。話聞かされて、これもう聞かされてからずっとしゃべってる。うるせえ、そんな一人佐々木チャンネル本当やってましたから。じゃあもう今から俺黙っとく。すいません、間違えました、間違えました。ガチャ引きます。ガチャ引くから許してください。西武のいいところ言ってよ。西武担当でしょ。佐々木さんの意見聞きたいです。いや俺はもう後から。なんで怒るんですか、そうなって。すいません、本当知らないの。いや知ってますけど、投手陣がめちゃくちゃ改善されました。防御率が上がってます、下がってます。それはなんで？なんでやっぱり後ろがもう先発も揃ってきたんですけど、後ろもまとまってきてます。だからなんで良くなったの？で増田が帰ってきたのでかいです。まずで平良が8回、増田が9回、これが2人がガツンとはまったのは。で7回は水上がいいです。はい。あと他にも本田とかも、本田、某高橋、水上、はい、左の佐々木もいいですね。はい。なんで良くなったの？そんな急にずっと悪かったの？もう西口さんと豊田さんが怒りました。なんで？いい加減俺たちが投げるぞと、お前たちやんねえなら俺がマウンド上がるぞっていうふうにかつて言ったんだと思います。事実それラジオやめてよ、全国流れてるから。嘘ですぐらいかつはどうなん？いやまあうすうす途中からもう嘘と分かったけどまさか嘘しかついてないな。それ怒られるわ、さっさん。あとピッチャー、先発も揃ってるんです。与座がいいです、与座。なんで与座良くなったの？与座が良くなった。なんで良くなったか、やっぱサブマリンじゃないですか。投げ方をサブマリンにしてずっと一緒だよ。ちょっと投げ率下げたんじゃないですか。もうさらにサブマリン、さらにサブマリン。いやいや一緒ですか。ちょっと厳しくないですか。俺だって聞かなきゃいけないじゃん。まあまあね。なんでいいかっていう。みんなで与座。いやそんなんだってピッチャー良くなったとか。みんなで与座がいいねって話して今いいじゃないですか。同じ流れじゃん。なんで良くなったのか知りたいじゃん。だってさっき今宮なんで良くなったのって言ったらホームラン捨てたって。はい。おおそうなんや。だから。もうこの防御率とか書いてるやつ見たら分かることはもういいねんて。与座が良くなった理由ですか？分かんないです。すがすがしい。気持ちいい。分かんない。なんで気持ちいいわ。数字が出てんだからいいんだもん。数字がいいんで。そうなんや。与座が去年から今年良くなった理由はもう明らかにストレートの力強さが増したよね。しっかりスピン効いて抑え効いて、それによって変化球との緩急がついてバッターのタイミングを外したとかだったら、やっぱ去年まではまっすぐ遅かった。それが多分今年の中でストレートに力がついたことが一番のここまで高騰してる理由だね。与座が良くなった理由はストレートが今年すごくいいんですよ。ストレートだいぶ押せるようになってきたんで、それも変化球効いてるかなっていう感じです。今の前やったら編集できへん。もうちょっと置いた方がいい。入りすぎや。編集してほしい。当てちゃった。難しいですね。今の前でなかなか編集難しいですね。今切れない。もうちょっと置いてからの方が。今間がないよ。間がない。バッティングと一緒ですね。間がないとダメですね。与座はよくいいですよ。他はエンス松本。高橋コーナーはいいですよ、もちろん。エンスなんでいい？エンス左投げだからです。エンスは左投げですよね。あ、そう。左投げでそんなのないよ。そんなの今までも左いっぱいいたやん。いや、左、エースの左は違うんです。ちょっと出てるんです。どう何がバックスクリーンからちょっと手が長いんで、出どこが見づらいです。出てないやろ、それ。暑いです。ベルナードも暑いんで。暑いからなんだ。汗が目に入って、打ちにくいです。別に、だって、ベルナドーム以外でも抑えてるやん。エースがなんでいいか教えてください。エースがなんでいいか教えてください。でも、エースは右バッターに対して。エースすらも知ってるんですか。基本やろ。基本。エースは対右に対する被打率が1割前後ぐらいでめちゃくちゃ抑えてんねん。それなんでかっていうと、インコースにストレートしっかり投げたら、チェンジアップがめっちゃ効いてんねんな。それによって幅を利かせてピッチングできることが一番抑えてるんだけど、対左がめちゃくちゃ打たれてる、3割ちょいぐらい。それなんでかっていうと、さっきの話じゃないけど、インコース 100% 攻めないから、逆球以外でチェンジアップ投げないから、外のまっすぐスライダー系、カーブ系しか投げないから、全部踏み込まれて打たれてるから、左楽天はエース打ち崩すために左並べたので、それで攻略したから。で逆に日本ハムは右並べて完璧に抑えられてる。そういったところの、まあ、今後、打線によって変わるかも分かんないけど、そういうところの良さはあるね。エースは左が課題なんですよ、左に打たれることが多いんで、楽天なんか並べて攻略されてるんで、これから左を課題でインコース投げるのが、はい、今ぐらいでなんとかできるね。でも俺が喋ったのの半分ぐらいだからあまりじゃあ、松本なんでいい、まあ、名前もいいっすよね、松本っていう名前が、ね、松本ってなんか勝ちそうじゃないですか。そうの松本で右投げです。してる右投げです、はい、で風貌があんまりいいピッチしなさそうな雰囲気あるじゃないですか。聞くんじゃないですか。そう、全然そうな感じだね。バッターが油断するタイプなんですよ。あの雰囲気がポワンとしてるんで、ポワンとしてるので、相手を緩めてビシッと抑えるでいいんですか。教えてください、お願いします。松本は基本的に松本知ってるんですか。知らないでしょ。知ってるわ。日ハムの松本じゃないですからね。西武の松本ですよ。そうだって、もう日ハムの松本バッターやないか。バッターですけど、いや松本は去年までは自滅タイプで、フォアボールでランナー出してストライク取りに行って置きに行ったやつを打たれるっていうところが、まあ、なかなか勝ったり負けたりのこの波が激しかったんだけど、はい、今年はフォアボールの数がやっぱり少なくなったんだよね。でそういったところでストライク先行で勝負できる中で、もともとはいい球あるのにもかかわらず自滅型だったのが、ストライク先行で勝負できて、フォアボールが減ることによって自分のピッティングがさらにできて、6回ぐらいからパチッと後ろに変わるから、まあ、結果がつながってきてるのかなっていうと。これ、里崎チャンネル流行るわ。すごいわ。すごい。担当平が8回にやっぱ入ったのが、平でかいっすよ。平がいるけど、7回までリードしとけば、もう西武、今勝てる感じになってるんで、平です。平、何回でも言いたい。平です、やっぱり。それでも去年からやね。ずっといいやん、平は。ずっとそこ乗っかってください。そこいいじゃないですか。でそこは9回だったんですね、去年はね。平ね、松田がしてるので、来た分やっぱ負担もちょっと軽くなってるだろうし、8回ちょうど気持ちよく投げれてる。8回結構難しいね。難しいんですよ。何と何で分かんないです。結構難しいぞ。平すごいですよね。いや、平はもちろんそれすごいよ。ピッチャーから見てどこですか、あれすごいのは。聞こう。いや、まあまっすぐやっぱ150中盤ぐらい出るでしょ。で、あのスライダーですかね、スライダーでこう横の変化もこうスピードあるやんか。でしかもあの8回のあのイニングでやっぱスピードあるボールで攻められたら、結構そのゾーンでも勝負できるからさ、自滅っていうほど自滅の俺はイメージないけど、やっぱあの試合終盤でどんどんゾーンで勝負されるで嫌じゃない？いや、ガンガンきますよね。球児型だよね。あ、そうタイプで言うとね。だからそれは結構できそうでできひん、やっぱこう、そんなに細かいコントロールあるわけではないから、でもそれ自分で分かってるから、そのゾーンの中で勝負できるっていうのはやっぱ強みよね、あのスピードボールが。あんなクイックであんな速い球投げれるんですか。そうだから浅尾型だよ、浅尾型クイックでも速いからね。で球児と浅尾がくっついた感じですか。それでいきましょう。平はそれです。しかも石垣島にいたからね、俺いつも言ってんのよ、なんでロッテを探せれなかったんや。そうやん。ロッテ何やってたんですか？分かれへん、観光してたんちゃう一番近くにいましたよね、なんで探されへんかったんやっていう、本当っすよね、石垣島にいたんだよ、絶対キャンプ見に来てますよね、タイガー。見に来てるっていうか、いや、あなたたち見に行ってないんかっていうな、スカウト陣ね、行きましょう、本当に。で、他はあとはもうこれはもう間違いなく山川ですね、本塁打25本、今年すごいね。しかも実は1ヶ月休んでるんですよね、田崎さんね、なのに25本ってすごくないですか？何が今年やっぱ変わったの？なんで打ち出したか、それを山川に聞いてくださいよ、それ言い出したらもう何もかも終わりやろ、そんな山川バッティングのこと分かんないです、これは。でも若干ポイントじゃないですか、ポイント前目にしたのかな、ちょっとね、そうだな、前目にして結構気持ちいいところで振ってる感じはしませんしませんなんであんなホームラン打つようになったんですかね、25急に。いやまあ俺の想像だけど、去年は多分自分からめっちゃ打ちに行ってたからね、強いスイングしたりとかも自分でも打たなきゃみたいな、自分から打ちに行ってたけど、なんか今年はなんかいらっしゃいみたいな、もう自分のとこまで呼び込んでしっかり振るっていう、だからコンパクトだもんね、去年より半分ぐらいの力で振ってるように見える。だから去年は多分うちに行ってたからもう力強く振って、まあ、去年もそれでも20本以上打ってるからね、すごいんだけど、率もいいですもんね、今年ね、若干ちょっと下がってきたけどね、最近はね。でもまあこのままいったら40本は硬いね。でしかもね、西武でいうと最近森が打ち出してきてるから、山川が、ね、打てなくても森が打ったりとか、で山川打ったりとかっていう打線の厚みを増しているって、オグレディ、ジャンセンが7、8ぐらいいるからね。そうです、ボカチカ思い出したよ。ボカチカおったなぁ、9番ボカチカ、8番細川、ホームラン20何本、細川とボカチカで8番9番なのに合わせたらホームラン3、40本打ってますよね。打率は2割ちょぼちょぼだけど、バスター打法でね、細川ね。でも山川でかいね。いや、やっぱ得点も山川で打って勝ってるんで、周りを固める選手がもうちょいね、頑張ってもらえると。でもピッチャーも頑張ってるから、でも今からだったら西武が一番上がってくるかもわかんない。それ今源田も帰ってきて、森も状態上がってきたんで、整いましたって。秋山帰ってきたら無敵だったのにな。それなんですけど、それもちょっと悲しくないですか？外野陣が課題なんですよ。なんで秋山帰ってこなかったの？西武。前剣じゃないですか、前剣の差し金じゃないですか、やっぱり前剣仲いいじゃないですか、そうなんや、前剣多分2、3年後に俺も広島帰るから一緒にやろうぜ的なのがあったんじゃねえかみたいなのもあるんですけどね。違います？いや違う、俺聞いてる、いや、そういうのもやっぱ前剣の誘いもあったりとか、あとチャレンジしたかったんじゃないですか、違う環境で。西武に戻ればやっぱりやりやすい環境だし、結果が出るの分かってるけど、一回アメリカにチャレンジ行って環境にうまく対応できなかった悔しさもあるんじゃないかなみたいな、なので環境をまた新たに変えて自分の高みをまた自分をレベルアップさせたいってところで、ライバル球団ソフトバンクに行くのはやっぱりギリに反してるかなっていうところで、セ・リーグの広島を選んだのかなと。これいいじゃない、どうぞどうもう入ってきえへんねんけど何にも残ってない全然何もない、何にも残ってない情報が。で山川、平、與座、この辺はおすすめ。なるほど。後半も松本は、いや松森は、いや栗山とかに、そこら辺はどうだ。それもちろんいいですよ、もちろんいいです。どういうこと？松田がいいとか言ってたよ。増田もいいですよ。増田もいいです。ダメな選手はいないです。プロなんで。じゃあ鈴木翔平は誰ですかそれ？鈴木翔平誰ですか？鈴木健さん。鈴木健さん。健は知ってますけど。怒られるだよ。もう立ち入り禁止やろ。もう所沢自体に立ち入り禁止やろ。K鈴木を知ってますよ。K鈴木。オリックス。なんですかこれ、次行きましょう。いや、なんですかって、それがあかんやろ。今日おかちょっと攻めすぎじゃないですか。今日っていい？いや、もうちょっと行きます。もうちょっとみんな仲良くやりましょうよ。お互い助け、サブザキチャンネル来てんだからさ、ダメなんですよ、佐々木さん。いや、ちょっとなんかちらほらちょっとおかしなことが起きるからね。だから見てないんだよ、今日は。無理、すみません。見てないんだよ。誰見てんのじゃん。佐々木チャンネルで。じゃあ分かるやん。で情報を得て、僕大体解説してるんで解説行く前日は笹崎チャンネル見てから行ってますから野球は見てないです全部情報ここから全部ここです自分の言葉に変えて、エンスも全部使いますよ、今日もらったやつ俺、それずっと今まで言ってきてるけど伝わりきれてへんな、じゃああ、今まで、あ、笹崎チャンネルですか、はい見落としました、すごいですなんか作業しながら見とんな、お前仕事しながらこれ片耳でそうです。さあ、続いてロッテです。ロッテ、さあ来たロッテ。落ちたけど、交流戦から上がってきたね。正直もう、これからは日本ハムに負けたところが落ちていくと。そこに落とせない、星を。それ言ってましたね。で、今もしっかり勝ってるし、でもピッチ打てば勝つからね。まあそうだね。ピッチャーはもうそこそこ駒揃ってるから、まあでも今年の一番のもうメガヒットは佐々木朗希じゃね。完全にメガ中のメガですね。まあそこはね。でももうちょっと最近お疲れ気味。疲れ気味。豆も破れて、ちょっと中結構開けてきてるから。豆できたことあるの？もう全然もう血豆なんてもしょっちゅうできます。できないでしょ。できるできる。リファビーしかしないじゃん。もうしないだろ。俺もカメラ回ったから。俺一瞬で今カメラ意識できた自分が大人になった顔変わりましたね。一瞬ガッて時はここの視界が俺ちゃんと意識できた。危ない危ない。顔変わりましたね一瞬で。でも割とまだ下げたら投げれないんでしょ。僕は全然投げれます。下げても痛いですよ。痛いけど別にそんな一瞬でしょ。ジュンってその一瞬で痛って感じで、それが120、30球続くだけでしょ。20、30回。そんなこれない。血出てじゃない。フォークはもし先出たらフォーク痛いの？いや痛くない。まっすぐだけ。まっすぐだけです。ここかかる。佐々木朗希ね。まあまあ佐々木朗希、まあ松川どうなんですか。キャッチャー同じキャッチャー。それ聞きたい。なあ。すげえ。どう見えるの？松川はもう簡単だから評価は。なんですか。名捕手と言われるためには打つか勝つか違う。どっちもできてないから名捕手になれない。今のままだったら。いやだって過去を見てみて、名捕手って言われる人は打つか勝つか最低でもどっちか、もしくは両方してるから。古田さんね、谷繁さん、野茂さん、田淵さんで、城島、新之助、矢野さん、あと森さん、あの V9 の時の森さん、巨人の伊藤さんとか。これ、里崎さん入るか入らないかのちょっと時間かかりそうですけど、どうします？やります？いや、俺は別にいいのよ。入れなくていいですね。でもなんかいろんな人がやってる投票を見てると、ベスト10には必ず入ってるんだよね、なぜか。あ、キャッチャーの。でもやっぱそうやって、やっぱどっちも勝つか打つか。勝つか打つかか。だから、俺はいつも言ってるんだけど、相川はもっと評価されてもいいと俺は思ってる、個人的に。横浜ヤクルト巨人、相川は。でも、あいつは勝ってもないし、打ってもないですね。3割1回打ったんだけど、そこまで目立ってないんだよ。だから多分このままいったら忘れられる、知ってる人だけに。で島は名捕手入ります。候補には入る。候補には入ると思うよ。打ちますもんね、そこそこで3割。足りないか。であとはその回だって、広島の日本シリーズで6回刺して一気に知名度上がって日本一になってゴワーってなったじゃん。やっぱ打つか勝つかをどっちかしないと、取れるもん何も取れないのよ、ベストナインとかゴールデングラブとか。でも松川の期待早くないですか。これからの期待を込めてってことですか。勝つか打つかしなきゃだめだぞっていうメッセージですか。まあ1年目ですよ、だってあれすごくないですか。そこなのよ。みんな枕言葉に1年目18歳なのにって言うのよ、それ取れた時に俺は本当の評価やと思う。深いですね。俺も思うよ。1年目でここまでできるんだとかね、18歳なのにここまでちゃんとできるんだって正直思うけど、じゃあもしあれが今がもし10年目だったら評価されますかっていう。されないですね。だからまだそのね、すごいよ、すごいけども、まだ正当な評価じゃないと思う。ちょっと1年目っていうね、フィルターがかかってるから。でも今こうやってみんなに知名度あって、オールスターでもファン投票で選ばれてこうやって注目を集めてるんだから今のうちにしっかり結果残してバーンっていったらグワーンいくんだよ、だからまあ勝負だね、まあ、ジョーもこう卒1年目からそんなに打ってないから、そうですよね、それをちょっとずつやって打っていきだから、まあここからどこまで打てるようになるかが勝負やと思う、まあ、打てなかったらもうキャッチャー打てなかったら試合出れないんだから。井口さんも城島さんが育ってる環境を見てるわけじゃないですか、多分大英ホークスの時から王さんがこう育てた感じとか、工藤さんとか、それ見てるから、松川も育てていこうみたいな感じは出てますよね、井口さんも。でも打つのって育てれないやろ、細川も永遠に打たなかったですからね、でも細川でも2割ちょろちょろでも、ホームラン20発前後打つから、そうですね、はい、松川、多分今のバッティングだったら、ホームラン10本打たないよ、ほぼほぼ右打ちだから。バッティングよくなるんですか、じゃあ、よくなるのかな、だからでも本人次第やと思うよ。結局はで教えれんくないバッティングって形は教えれるよ、教えられない、形は教えれるけど、だピッチャーも形は教えれるけどどこで放つか教えれんくない、そこはですね、最後のこの押し込みとかこの変化の感覚ってとかこの間を作ってからのとか教えれないじゃん、タイミングは。バッターでも多分止まってる球をちゃんと打つのはめっちゃ教えれると思う、完璧に、あとマシンぐらいだったら。でも振れって振れって言えないじゃん、でどこで今そうそうなんか野球教室行っててもいつテイクバックするんですかみたいな、いやそれは人それぞれでしょみたいな今とか言わないですもんね引いてだから足上がった時に低い人もいればね、もう動き出したすぐに低い人もいれば、もうちょっと低いの人もいるし、振り出すのも離れた瞬間に前行く人もいれば。ピッチャーと同じようにピッチャーが終わったらこっちも終わっていく人もいるし、それはもう自分のあれだから教えれないけど、それが逆に言うとそれだけできてたら打てるもん、タイミングさえはね、だから教えれないんだよね結局最後は。じゃあ自分の努力でバッティング良くなりますかね、松川も何か掴めば、だって結局さ打てるようになった時さ掴むのタイミングだけや、そこです、もうタイミング形とかじゃないの、タイミングだけ掴むの、あこれかみたいなのありますよね。そしたらそれまでと景色が変わって全部がそれまでに比べるとゆっくり見えるからね、まっすぐも変化球も160キロもタイミングが合ってるとゆっくり見えるんですよね、ゆっくり見える、だから140キロでも合ってなかったらめっちゃ速く見える感じ、そうそうそうあります、そうなんですね。でそれが打てるようになるのは全部がもう気づいたら間に入るから全部がそれなりのゆっくりに見えるで、うちに行ってタイミング合わせれるようになったりとか、まっすぐ狙ってても変化球をって止まったりとかできるんだけど、見えてない時に止まんないからいったままみたいな、でもそれなんかもうふとした時に気づくね、でも分かんないんだよねどうやって教えていいか、それだから松川もいい形で来てるから今こっから。でも佐藤俊哉が今めっちゃいいの、そうね、盗塁阻止率も4割5点し今年すごい良くなってて、で打つのはまだそんな全然ここからどこまで打てるかが勝負だけど、いい形でできてきてるから、ホームランも出てますもんね、ここでだからいい感じでね相乗効果になっていけばいいけどね。確かに佐藤そうやな、4番と4番打ったりするね、ファーストの DH とファーストね、でも佐藤の4番は怖くないよ、2割ちょいだから。でもまあ5、6本そうですもんね。でもロッテでは佐々木朗希、松川、あと高部だね、今年やっと2軍の帝王を卒業して、今まではもう2軍ではもう3割強打ちまくるけど1軍来たら全く打てないみたいな。でも今年は荻野はね怪我で離脱してスタート遅れて高部が入って、最初なかなか打てなかったけど打ち出したらいい感じでね、足もあるし盗塁1位ですよね今ね、そうそうそう、これはもう高部は今年で、でももうちょっと打ってほしいんだよね、ちょっとね反対方向ばっかり打つからバレてきちゃってこっちばっかり攻められてるんで引っ張らないからねほぼほぼ。でもセンターから反対方向打つのはめっちゃうまいから、低めだとうまくないですか、低め打つの、そう広いのどっちかっていうとローボールいった、こっち引っ張り込めないから、それができるようになればいい感じになってくるし、やっぱ荻野は帰ってきたらねいい形、あとやっぱりリリーフ東條安定しますよね、しかも対左の方が被打率低いの、今年東條は去年までっていうのはもう何かあったらスライダーみたいな、今年はとにかくまっすぐがいいの、結構まっすぐ半分ぐらい投げる、しかも両コースにしっかりで、それによって推進力ができて変化球の曲がりが遅くなってんだよね去年より、だからまっすぐ行って曲がるから、左バッターがめっちゃ食い込んできてて、それで対応されなくて、シンカーもいい形で投げれてるから、そういった意味ではこのまっすぐの推進力すごいよ。プロスピでもし東條だったらもう今ロッテファンが一番待望してる、使いますねスライダーカットであって、あれ今落ちたけど落ちたね、落ちたね。違うよっていう意味か。違うよ。それが当たってるから落ちたのか分かんない。いや当時は確かにリアタイ使いそうですよね。めちゃくちゃめちゃくちゃそうですよね。あと西野がね、やっと仕事明けから復活してきて、まあね今リリーフのところで来てるけど、まあ西野待望論もかなり強いけど。西野フォークスライダー。あとゲレーロね。何気に最初どんなんやこいつストライク入れないかと思ったけども、ストライク取れてるから。そんなまっすぐ速いし、結構安定してきたね。後ろがピッチャー陣本当にいいの。石川も良かったけどちょっと怪我して離脱してるけども、増田の疲れがねちょっと心配ですか。でもまあ2連投でやってますからねまだ。だからそういった意味ではまあ高い金もらってんだから頑張って当たり前だよ。そんなもんは休んでる場合ちゃうのよ。そんな金払ってんだから。そうそうそう。でも俺はマーティン・レアラとかパッとしないから、そこですよね。ここなのよ一番は。ここが打ち出さないとやっぱこう波あるのよ、出てくるのよ。中村も今年ちょっとピリッとしないしで。中村？どの中村ですか？中村なんですか？ああ3番、ああセカンド中村ね。誰がいる？他ロッテランドから誰が浮かぶよまず。ピッチャーの中村じゃないよ。びっくりした。中村はい。嘘です。今までソフトバンクでいうと中村だったら多分中村晃知らんのと一緒でレベルでいうと分かる？分かります。左のこうやつ。三森知ってるの？三森がこうやつですよね。じゃあ野村は？野村さん何回の野村さん知ってますよ。うん知ってる。野村勇知らない？野村勇知らないです。野村ってあれでしょ、日本の野村でしょ、日山の野村、ジェームス、野村もいるけど、それもいるけど、追い出し中よ、今年新人の、これ、足速い選手、パンチ力もあるんだよ、正木でしょ、正木、まあ、同期入団ね、柳町もいいですよね、正木の先輩ね、でも、俺がやってるの、野村、野村、知らないです、ちょっと知らない、野村、情報入ってる、渡辺陸は、渡辺陸なんですかね、芸能人ですか。情報入ってないです。入ってないです。まあということで。よっしゃ。あれです。いやーよかった今日。すっごい楽しかった。楽しかった。なんとですね、今ね今回皆さん忘れてますけども、プロスピエースとコラボなのよ。そうでしたね。この企画ね。で今 GG と和美と俺が出した選手の名前をの中から。はい。2名登場します。おお、結構西武、ソフトバンク、ロッテで2名。結構いい名前出しましたよね。結構出したで。だからあれでしょ。渡辺陸と野村勇で決定ですね。決定です。決定です。なんで決定？決定がわからない。でも出ても多分いい働きするね。だからまあロッテで言うとまあ佐々木朗希、松川、高部、西野、東條。それ欲しいやつじゃないですか、佐々木さんが。西野と東條はセレクションだから西武だったらね、まあピッチャーだったら松本で、高橋光成がいいんでしょ、で與座で平、山川、松田、鈴木翔平、愛斗、川越、岸、出てきてなかったよね。出てないか。誰かじゃ2名が来るんですよね。でソフトバンクだったら今宮、又吉、渡辺陸も出たね、野村勇出た、甲斐も出たしね、あと大関ね、大関いいですね、ピッチャー。でもリアタイちょっとダメかもね、大関は。なんで？ストレートしかない系だから。曲がるスライダー。俺お前大関絶対出る、いつか出るし、今年いい成績残してるから。俺学生選手のやつ大関ばっかりに自チームにして、俺大関今めっちゃ育ててですか。そういずれ大関出ると思って。でもリアタイとなんか実際ちょっと違うとこあるじゃないですか。知ってる？いや知ってます、はい。リアタイ向きな選手ってなんかいる気がしてるんですよね。誰？東條とか西野とかですか。そうだ、俺が言ったんですよ。他西武でリアタイ向きな。僕は好きなのは武隈が好きです。このスローカーブみたいな。リアタイ武隈はすごい使ってます。そうだ。あ、でもリアタイ向きじゃ好きなだけかもしれないですね。まあサブちゃん今度やりましょうよ。今度まずガチでレベル早いよ。え？俺どういうこと？まだ早いよ。だってでトッププレーヤーだって言われてますからビープさんに。そうだ、はい、でクレイさんも味方についてますし、うん、絶対大丈夫です。じゃあやる、お願いします。勝負で、はい、いいよ、お願いします。さあ今回はですね、プラスペースコラボ企画としてスペシャル代打なんと今回はですね、岩隈さんに登場していただきました。こんにちは、よろしくお願いします。どうなんですか、 YouTube 出たことあるんですか？まあ先輩方の野球 YouTube ちょいちょい出させてもらってます。ちょいちょい、はい、で好きなこと喋って。そうですね今回も好きなことを喋ってもらおうというところで、まあどうですか、一番最初、はい、まあいろんなところでも話してると思うんですけど、近鉄が2004年に、はいね、消滅して合併するっていう時の、うん、近鉄の中はどうだったんですかね。いやーもうごちゃごちゃでしたね。もうどうなるんだろうっていうしかなくてですね、やっぱり最初噂があればなんか怪しいぞとかあるじゃないですか。もうなかったです、何もなく、もう近鉄がなくなる。いきなりですか、なんか監督とかに言われたんですか？あんまり覚えてないですけど、もう確かもう球団社長が来てみたいな感じだったと、全員集合してみたいな感じでなくなりますみたいな、そんな感じだったと思います。で誰も何も言わないんですか？いやーもうその時僕も本当まだ出てきて、うん、まあ 4,5 年目ぐらいだったので、うん、まだ若かったですもんね。若かったんで、いやもうって感じでしたね、うん、なんか買収とかだったら、うん、チームも、うん、ね、名前変わるだけだったらねあれだったんですけど、そこからなんかやっぱ吸収合併ってなって、うん、もうそこからもうどういうことだみたいな感じで、で今度署名活動が始まりとか、まあとにかくなくならないためにも何かできることないかっていうだけでやってましたね。でもう野球もとにかく頑張ればなくならないんじゃないかなとか、しかもだってね、ちょっと前リーグ優勝したばっかりだったしね。そうですそうですね、ノリさんとかみんなで勢い乗っていけるみたいなところでなって、はい、そうですね、もう本当にもうどうなんだろうって気持ちでやってましたね。これもだってあれ2004年ですね、まだ1軍出始めてばっかりだったからよう分からんかったもんね、ストとかも2日あってね、はいはい、僕もだからストの意味もちょっと分からないままな感じもあって、とにかくもうなくならないでほしいって思いだけしかなかったんですよ。俺もあの時神戸でストだって、はい、オリックスと神戸で試合だって、明日からストだからって言って、もうじゃあ1試合だけやってみたいなよく分からないままなんかミサンガみたいなのつけて、ね、はい、ありましたね。給料300分の2カットだから、えみたいな300分の2カットなみたいなで、給料カットされて試合なくて、でこれどうなんもうよく分かんなかったね。僕は本当当時分からないままのがもうその気持ちでしたね。そんでいきなりもうだから、そのシーズン終わって、最終戦終わるじゃないですか、はい、でまあなくなりますみたいな、はい、で最後はどうだったんですか、その最終戦終わって最後。いや最後はもうファンの皆さんの前でこう一周回って、うん、もう解散ですよね。だからもう裏で別に何かあるわけでもなく、なんかあったかなじゃなかったですね、うん、もうなんか悲しいままでオリックスと楽天に、はい、そうです、振り分けられて、振り分けられて、まあ、僕はオリックスにプロテクトって感じではあったんですが、まあ、選手間ルール上行きたくない選手は手を挙げてくださいということで、僕はもう新規参入球団の楽天に行きたいですっていう主張で楽天に決まりましたけど、それはもう相談事とかもなくて、もう自分の意識だけでみんな。あ、そうですね、うん、はい。あと、まあ、選手会の人たちにも相談はもちろんさせてもらいましたけど、もうとにかく選手の主張は通るからっていうことではあったんですけど、そしたらもう引っ越しの手続きですか、そこから。そうですね、そんなもういわば初めて行く人もいるんですもんね、その仙台に、はい、だって住むってなると仙台だと初めてなわけでしょ。はい、そうです。で最初じゃあ住居から探すんですか？住居から探しましたね。僕は本当最後に決まったんであれでしたけど、みんなあれでしたね、やっぱりその仙台の不動産屋さんが物件の紙を持ってきてくれて、持ってきてくれるんですよ。そりゃそうですよね、行けないもんね、はい、まず最初そういうところから、仙台にじゃあどこ住めばいいんだみたいなところから始まってって感じでしたよ。でもう、まあ、決めて引っ越しですもんね。はい、引っ越しました。じゃあもうオフどころじゃないね。オフはもうほとんど僕練習できなかったですね、その年は。まあ、まずその僕が楽天に行けるまでの時間もやっぱりなかなか決まらなかったので、やっぱり、まあ、もちろんオリックスさんとの交渉とかも話し合いもあって、もうずっと僕もどうなるかもわからない、もしかしてこのまま野球できないんじゃないかなっていうのもあったんですけど、もう本当に最後、楽天に決まったので、もうバタバタでしたね。で楽天行ってもう1月に引っ越しみたいな感じで、で1月に楽天の仙台の商店街みんなでパレードしてからスタートしたって感じでしたけど、で、まあ、今はね楽天生命パークも観覧車もできて球場もすごい綺麗くなってますけど、はい、最初はねいろいろほみたいなね、そうですよね照明も暗いわだいぶ暗かったよね、はい暗いし、選手のロッカーとかも、まあ、ビジターもホームも変わらないわけじゃないですか、ホームも僕らもここロッカーかみたいな、まあ本当に地方球場とシャワーしかないしね、シャワーしかなくて、で後々裏にできたんだもんね、でっかいのがクラブハウスができました。それまでは本当に大変でしたね、何もないというか、ホームチームは一応フローはあったんですけど、本当5人も入れないぐらいの小さいお風呂ぐらいの感じで、もう作った感じのお風呂ぐらいでしたし、本当に設備がなかなか揃ってない中で、駐車場もライトの奥の方で、本当に試合終わったらファンの皆さんの間をこう通っていくっていう感じのそんなでしたね、設備とかも。浦和さんは近鉄の人たちだけですか？オリックスの人たちもいたんですか？もういましたね。本当そのみんな。浦和さんもシャッフルなんですかじゃあ？当時どうだったかな。でも近鉄の人もいましたし、オリックスの方も。はい。そのシャッフルだったかちょっと覚えてないですけど、近鉄の人がでも多かったですね。はい。で開幕戦ね、マリンできっちり負けるっていうね。いや。きっちり負ける。3対1ぐらいで。はい。いやあれは。僕も嬉しかったですね、まあ、最初の楽天の創設の一発目の試合で、僕、もともとロッテ、対戦成績、すごい悪くて、苦手意識、すごいあったんですよ、特にマリンなんかでは、もともとドームで投げてきたから、ドームピッチャーで風に弱い、フラフラしてストライク入らないとか、そんな状況で、楽天の一発目、勝たせてもらって、で川口が打ったんだっけな、最後、いいところで。きっちり負けて、もうタオさん喜んで1連覇になって、俺ら 100% 勝てるやろと思ったら楽勝で負けるみたいなでもその次の試合が次の藤崎だったっけ、先発して26対0みたいなもうノーヒットノーランぐらいの感じのゲームでしたよねでもどうですか、1年目は大変だったんですか？やっぱりいや大変でした。もうまあもちろん戦力もやっぱりかき集めのチームとやっぱり言われたりしてて、やっぱりそのレギュラーの人もベテランの方もたくさんいましたし、若手も本当にまだ2軍だった選手が出たりとかもするぐらいの、本当にこうこれからっていうチームだったので、いやもうなんですか、負け出したらもう止まらないどこで誰が止めるって、なんか僕とかやっぱりもう期待はされるんですけど。やっぱりそのコントロールってやっぱできないじゃないですか、もうその負の連鎖じゃないですけど、で打ってくれないとね、勝てないし、いやもう絶対0点みたいな、もう初回からピンチみたいな感じで投げなきゃいけないしね、そうですねやっぱりもうそのオフシーズンもやっぱりなかなか練習できなくて、そのオフシーズン入ったんで、なかなか調子ももちろん上がらないままやったんですけど、まあでも、苦しかったですけど、11連敗2回かなんかしてとか。すごい苦しかったんですけど、でも一番嬉しかったのはやっぱもうファンの方たちがどんだけ負けても、大差で負けても次頑張れとか、春先寒いじゃないですか、それでも温かく応援してくれてたので、これはもう励みになってましたね。でその後ブラウン監督で野村さんですよね。あいやブラウン野村監督、その後にブラウン、あ野村さんなんとかブラウン、そうです、はい。野村さんどうだったですか？あもう厳しかったです。でも野球を教えていただきましたね、一緒にやってる時はもう本当に苦しかったんですよ、やっぱもちろん期待もされるし、まあ、監督の考えはやっぱとにかくエースと4番がしっかりすればチームは機能するっていう考え方で、やっぱりもう僕に関してはもう信頼を置いてくれてたんですけど、だからそのために頑張れって言ってくれてはいるんですけども、ただやっぱりメディアのぼやきの僕らも見るわけです。いつももうボロクソ言われてるからどっちが本心なのか分かんなくなるじゃないですけど、だから絶対俺あのね、無視称賛非難あるじゃないですか、はい、なんか三流は無視で二流は称賛して一流は非難するみたいな、はい、俺まあもうごもっともなんだけど言い訳ちゃうかって思うとこもあるんだよ非難する言い訳みたいな。いやだからすごいでも厳しかったんですけど、うん、でもやっぱりその弱いなりのそのチームの戦い方とか、うんうんうん、やっぱり奇襲とか、うん、なんかやっぱり野球の戦い方とか、うんうんうん、そういうのは終わってみたときにすごいこう勉強になってたなっていうところで、うんうん、思いましたね。山崎武さんもノムさんになってからね、はい、もう一回ホームランになって、そうですね、オリックスの時パッとしなかったので、ね、はい、そこで生き返るっていうところもあるしね。そうです、だからもちろんそのやってる時すごい厳しかったんですけど、うん、でもまあ本当にいい勉強になったなと思いました。俺野茂さん1回だけ雨で室内練習になって入れ替わる時に、はい、里崎その髪黒色だったらお前は素晴らしい選手なのになガン茶髪だったからそうですね、僕らも本当に茶髪ひげ禁止だったんでもうやっぱり僕もやっぱ長かったんですよ、うん、結構切ってたんですけど、それでもやっぱ長い長いってやっぱ言われたりとかしてましたし、まあ、本当に身だしなみは厳しかったですねルールはやっぱり厳しく、やっぱり組織として動かないと勝てないんだっていう考えがあったので、ミーティングも長かったですか？ミーティングも長かったです、うん、まあ、特にキャンプ中なんかはもう眠いじゃないですか、疲れて、いないですよ、寝てるやついないの？寝てるやつはいなかったと思います、うん、当時は監督がもうホワイトボードに全部書いてくるんですよ、うん、でそれを僕がメモって、うん、バーってメモっていくんで、しかもこれぐらいの本当にホワイトボードなんで、普通の、うんうん、やっぱり書き切ったら消していくんで、うん、バーって消していくんで、うん、もうどんどんいかないと追いつけなかったんで、今だったらシャレで撮ってんじゃんって今だったらそうですよね当時はもうちゃんと書いてましたねもしノムさん今こうやってやってて、みんなが携帯出してシャミこうやって取り出したらなんて言うんだろうねシャミ禁止やっつって言うと思うんですよ俺はもう書いて溺れるみたいな、絶対言ってると思います部屋で書くんでみたいなでもやっぱりもうそんな口答えもできる雰囲気もなんもなかったですよね誰もがやっぱりなんですか、僕はまだ若手だから、うん、あれですけど、やっぱベテランのいっぱい先輩方いても、うん、やっぱり何も言わずに、うん、やってましたし、飯田さんとかでもこうずっとヤクルトとかやってても、うん、何も言うことなくやる、うん、でもいろんな監督とやれたからいろいろ勉強になって。そうですね、だって梨田さんでしょ、梨田監督、はい、もうそうだしね、タオさんと、うん、はい、最後星野さんも僕1年間やらせてもらいましたけど、うんうんうん、だそういった意味ではいろんな勉強になってね。そうですね、まだブラウンの時なんかは本当にやっぱりアメリカみたいな考え方で、アメリカと日本で一番何が根本的に違うんですか、その運営で、監督としての。日本の場合はやっぱりもちろん管理して、うんうんうん、やっぱりその勝つための作戦から全部指示通り動いてもらえる感じのイメージあるじゃないですか。やっぱアメリカはどっちかというとその数字の確率だったりだとか、うんうん、とにかく選手が一番でこうやってくれるんで、うん、まあ、とにかく気持ちよくプレーさせるための声のかけ方とかしかしないので、うん、ミスしてもそんなにこう言うことはないですね。若手のルーキーとかには言うときありますけど、うん、じゃあやっぱボビーとかヒルマンとか、まあ、じゃあそんな感じなんだね、うん、そうですね、アメリカは、はい、まあ、やることはまあなんかオートマチックに決まってるけど、はい、あとはもうコミュニケーションで、そうです、そうです、エンジョイベースボールみたいな、そうです、うん、もう本当そのまんまですだからそれがやりやすい人もいれば、管理した方がやりやすい人もいるしね、そういった意味ではね、まあ、どっちがいい悪いって言いづらいけど、はい、まあ、俺は完全にアメリカンナイズされまくってるから、うん、そっちの方がやりやすいけどまあでもプロですからね、実際僕らは、うん、だからまあやっぱりそのプレーの中で、うん、もちろんミスもあるわけじゃないですか、うん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 、でチームの作戦として一つあればいいだけの話で、うんうんうん、まあ、でも言うこと聞くとか聞かないとかないもんね。そうです、そのもちろんルールとして聞かなきゃいけないけど、この中だったら自由に動いていいもんね。そうです、うん、でしかもなんかいろいろ意見言ってもそんな、まあ、批判してんじゃねえよって言われないしね。そうです、そうです、はい、話聞いてくれるもんね。聞いてくれますね、うん、やっぱりアメリカはとにかく何かあったら言ってこいって、監督が常に監督室のドア開けてるんでっていう。日本人の人も言うやん、はい、何かあったら言いに来いっつって、でそれを真に受けて言いに行ったら最後だよねお前球団批判してるみたいで言われるからボビーもずっとドア開いてたしね、はいはい、そういった意味ではまあやりやすかったなっていうところはあるけども、ということでまあこれから今年の楽天、今まあ2位ですけども、どうですか、今年の楽天の状況は。いや、非常にいいんじゃないですかね、やっぱり投打、やっぱ選手も揃ってて、こうバランス取れてるチームかなっていう、あとはこの後半、とにかく失速しないで頑張って、去年もね、後半失速してね、まあ去年は松井裕樹がいなくなってっていうところもあるけども。ちょっとマー君がちょっと若干お疲れ気味なのかな。ちょっと最近そうですね、まあでもマー君の場合はもうあれだけの経験値持ってるんで、すぐだと思うんですよね。そのまあ体のもしかしたら疲れがあるのかもしれないですけど、その辺はもう乗り切っちゃえば確実に勝てるピッチャーなのでそこだけだと思うんですよね。あとちょっと野手の外国人がちょっとパッとしないところがもったいないよね。和製打線で行くともいい選手いっぱいいるけどね、あそこで外国人がはまってくれたらもっと楽なのに。いや本当そうですね、なかなか外国人がはまらないですよね、今年もギッテンですかね、いきなり初戦で怪我するしそうですね、マルモレホスも左には強いけど謎に左だけに強いってね、確かにそうですねもうちょいマルモレホスは僕去年マリナーズ、でコーチしてる時に一緒にやってたので、結構パワーはやっぱりもちろんあったので、もっといけるかなとはもう期待はしてたんですけど、なかなかまあやっぱりアメリカにいる頃から右打てないの。ですね、いやそんなことはないです、それはなかったんですけどでもやっぱり日本のピッチャーの質とかその辺のでね、弱点だったらそこばっかり投げてくるからね、正確にね、まあやっぱ真っ向勝負はやっぱしないですしないからね、力の勝負やなんてするやついないからね。ないですね。それぐらい日本人ピッチャーコントロールいいよってやっぱもう伝えたいぐらいですけどね。でまあやっぱりリリーフがね、安定していくのが最近ちょっとバタついてるけど、まあ安楽とか孫とか松井とか、でも安楽もねちょっと済美高校で投げてちょっと怪我からスタートして、で来たね。いや本当ですね。ここ最近も外せないしね。そうですね。もうコントロールやっぱり素晴らしいですね。僕もだから安楽投手がまだ2軍にいる頃とかも少し見させてもらったとかあるんですけど、スピードはそんな出なくてもやっぱ球持ちと本当にこの低めのコントロールだとかブレずにキャッチャーミットでポンって投げれる、やっぱり能力は高く自分の中でも評価してたので、まあ今年に限らずもうやっぱり成長してって。もう欠かせない投手になりました、ね、結構フォームね、なんか動きでかいのにね、繊細にいやだからそのリリースタイミング合わせるの上手ですね。しかもね、まあ、789がしっかりパチッとはまってる時はその前のイニングまたぎしたりロングしたりね、ピンポイント出たりもするしで、ちょっと後ろバタついてきたら7回とかね、1イニングもいけるから、そういった意味では今戦力としては大きいね、リリーフのね日本人選手の中で、あとやっぱ打線は外国人いないから浅村が引っ張っていかないと、そうですねでも彼がいるといないでも本当大きな違いなので、でそれに続いて島内が、ね、打点稼いでくれてとかあるので、まあ、本当に浅村選手の戦力入ってくれてるの大きいですね。だから1、2番がやっぱり出だし西川がね、えげつないよ、3割6分ぐらい3月4月で打っちゃって。で西川が投げてて浅村返す、島内返すみたいな感じだから、浅村もそんななんかホームランとかどんどん打ってるわけじゃないけども打点めっちゃ高いんだよね。高いですね。だからこう1、2番鍵だね。鍵ですね。やっぱり今もちょっと毎回石井監督もいろいろ模擬したり、鈴木大地とか辰巳行ったり小深田入れたりとかね、西川がちょっと落ちてきてなかなか決まらなくなってきて。そうですね。確かに1、2番のあそこの機能をしっかりしだしたらもう3、4、5簡単にこう点数返してくれる、それだけの力ありますんで、確か1、2番ですね。ね、だからそこがね。うまくこれからの鍵は1、2番と、あとはまあ先発もマー君の、まあ、則本も今年いいしね、岸は本当ベテランになってきてるのに安定感もあるし、あと西口とか石橋とか何気に頑張ってるっていうね、確かにそうですね。瀧中はね去年10勝して今年も立ち上がりよくて、なんか投打の噛み合わせ悪くて勝ち星重ねなかったけど、若干最近疲れてきたのかなっていうね、小休止中だけど。まあそういう若いピッチャーでもこうまたポンって入ってくるピッチャーが今いるんで、だから楽しみは本当にあるし、唐島の復活だね。それは嬉しいですね。怪我でね苦労して出てきたと思ったら打たれないしね、負けたとしても最小失点だしね、やっぱり相手ベテランでこうゲーム作ってくれる力があるっていうのはチームにとっては絶対大きいですね。そういった意味ではだからそこで外国人選手のパワーが合わさったら爆発的にいきそうだけどね。いきそうですよね、確かに。あとまあ早川とかもね、去年途中からちょっとバズっちゃったけど、まあなんとか1回10勝勝ってね、そうですね、波に乗りたいね。そうですね、もう本当10勝勝ったらやっぱり多分本人の中でもこういう自信にもなるし、周りからも認められるって気持ちにもなれると思うんで、ここを一個こう一皮向けてほしい部分がありますね。本人も多分いけるやろうと思って、プロ難しいなと思って、でも超えるとね、そうです、分かってくるからね。はい、本当そうです。だから後半の戦い方とか、やっぱりそういうのが見えてくるようになるんですよね。あとなんか抜き方とかね。はい、そうですそうです。ずっと全力無理だからね。無理ですよね。もう長いシーズンなんで。どっかで抜かないとね。はい。でもそれを勝ったら塩梅分かってくるじゃんね。はい、そうです。本当。だからもうあとちょっとです。もう今年できちゃえば最高ですね。いい形でね。はい、あとはまあ2軍でもいい選手ねいるけど、2軍で結果出して上がってくるけど1軍来たら出ないんだよね。内田とか黒川とかも。でも今ね、岩見とか、みんな2軍じゃ打つんだけどね。和田蓮とかね。ああ、そうですね。彼も本当に右のやっぱり大砲を期待したいですね。やっぱり一番育てたい選手だと思うんですよね。だからチャンスあるのにね。チャンスたくさんあると思います。今頑張りどころっていうね。いや、確かにその岩見選手、金田選手とね、和田蓮ちゃんも本当そこを期待して。左ばっかりだからね。はい。一軍いるのがね。いや、本当そうなんですよ。だからもう一方ね、今本当チャンスだから、でも掴んだらね、長く入れるからね。はい。確かにそうですね。まあそういった意味では、まあでもパ・リーグはまだ分かんないからね。結構なんかね、ちょっと連勝連敗で一気に変わるし、俺はもうどこでも言ってるんだけど、日本ハムに足すくわれたら終わっちゃうよっていう。ああ、なるほど。でも日本ハムの野球の仕方も怖いですよね。何やってくるか分かんないからね。いきなりこけるからね。だからなんか、いや、あんなのは騙されないよっていう人いるんだけど、いや、あれ初見でやったら多分ほぼ全員騙されるよって言ったら、左でこけたらさ、投げるやん。投げます。あってなりますよね。でも俺いつも言ってんだけど、あれはクライマックスとか日本シリーズとか、もう絶対負けられないトーナメント、国際大会とか、もう終盤の今日勝ったらっていう時に使ったら効果あるけど、ちょっと早いね。なるほど。超必殺技じゃん、はい、あれ一回やっちゃうともうバレちゃうじゃんね。そうですね、まあだから今ね、7月なんで2ヶ月ぐらい置いたらちょうどいいかもしれない。ココイチの時でしかもあれでして負けてるから負けちゃダメなんだけどね。まあそうですね。まあということでですね、まあいろいろお話を聞いてきましたけども、今回ですね、今岩隈さんが語った楽天の選手の中から、はい、今回プロスピセレクション2022に楽天代表として2人選ばれます。はい、まあ誰が選ばれるかね、っていうところでね、皆さんぜひ楽しみにしてもらいたいと思います。ということでですね、まあ今回はですね、このあと藤川球児、川上憲伸さん、古田敦也さんらプロ野球 OB チャンネルでも各球団の選手を発表してますので、はい、もういろんな選手を見てね、この選手が来るんちゃうかとか、この選手来てほしいとか、まあ俺は楽天でいうとやっぱ浅村来てほしいね。まあそうですね。まあね、まあもう浅村選手機能しなかったら、もうダメですからね。浅村来てほしいのと、俺は島内の同地が欲しい。島内もいっぱい持っててすぐ極みできるし。で最近俺安楽いっぱい持ってんだよね。なぜか。だからやっと極みできる満水揃ったから、まあ安楽でもいいし、やっぱ松井裕樹のもういろんな球種を使いたいっていうね。まあ誰が来ても俺は楽天はいっぱい持ってますし。だから誰が来ても大丈夫ですけども。で GG とかカズミとかと一緒にやったチャンネルではね、ソフトバンク、楽天、西武の選手たちね、誰が出るかっていうところも紹介してますし、今回ね、楽天岩隈さんといろんな選手を紹介してきましたけどもですね、皆さんぜひね、7月15日からプロスペースに登場するということなんで、ぜひね、自分のお気に入りの選手ね、引いてみて、くださいね。ということで今回岩隈さんに里崎チャンネル登場していただいて、プロスペースコラボというところでね、お話をしていただきました。ということで今回ありがとうございました。ありがとうございました。